です。なので今日も最後まで、聞いてくれてありがとうございます。もちろんこの後 TR2 またガラッと変わってめちゃくちゃ面白い番組です。三浦さん&安西さん TR2 チェックアウトしちゃってください。もちろんピース今日もたくさんファックスメールありがとうございます。また明日。で、明日のゲストは、アイちゃん。See you tomorrow. Peace out. TR2 はい、リュウさんお疲れ様でした。リュウさん今ステルマって言ったでしょ。ステルマって最後に言ったよ。ステルマって聞こえた。なんかステルマって言ったよ。ちょっと明日のゲストはアイちゃんですって言ったね。その後にステルマって言ったね。アイちゃんでやったアイちゃん来るんだと思ったけど明日じゃ俺たちがいねえじゃん。いやいや、アイちゃんが来るってどのアイちゃん。特急のアイちゃんでしょ。俺はダッチワイフのアイちゃんだって今すぐ怒った。違うよ。怒ってる。人の番組までね批判することはないよ。批判はしてない。この番組はしょうがないけど人の番組まで言ったらダメだよ。特急のアイちゃんと間違えてんのとスペルマって言ってんのとじゃ。スペルマはランコさんっていう人がいたのバンドにスペルマのランコさんって、はあ、いましたよ。スペランって言われてたよ、ね、はい、はい、というわけでですね、はい、今日も、はい、ということで、はい、頑張ってまいりますよ。進歩はどうですか今日最近は。まあ、すごい調子悪くて、ここね3週間ぐらい毎回来るたびに、はい、あそこのとこで楽屋のとこで具合悪いといつも言うから、いつ言おうかな、いつ言おうかなと思ったら、最近なんかこの4週間ぐらいね、ためになる放送したような気がする俺。よくない、もうよくない。もう本当に間に合わない情報とか出しちゃうもん。もうなんかずっと最近はね、なんかいいことしてるような気がしてきた。よくない、もうよくないと思ってきた。なんかもう知る男優とかそんな言葉をバンバン言おうと思って俺も。もうそんなあれだよ、ドランクドラゴンの塚地さえ負けないよ。もう知る男優ぐらいは平気で言える人間でいたいもん。やっぱりいいね、うん、塚地24だっけ、うん、あれつまんなかったつまんなかったけど、その後で塚地さん頑張って知る男優って言葉を割と11時代に言ったのは偉いと思ったの。なかなか知る男優はね出ないよ。もう言っていかなきゃいけない気持ちになったんだろうね、うん、もうね、やっぱり追い込まれたんだよ。元気出していこうってことで、今日はもう大丈夫でしょ。今日は元気ですよね。バリバリですよ。バリバリですよね。バリバリバリバンツバリバリですからね。もう今日パンツバリ朝から腹が痛くて、もう丸くなって寝てたんですよ。いきなりマイナスイオン出てますよ。出だしからせっかく飛ばしていこうと思ってんのに。お願いしますよ。すごい痛くてね。今週のタモリクラブの特集いきますけど、はい、カウパーシーの特集ですよ。どうするんですか。三浦さんだと思ってて電話かかってきましたよ。カウパー氏といえばって言われて、カウパー戦役の、カウパー氏戦役の、あの特集、大特集らしいです。カウパー氏そのものを、はい、の歴史をやろうとして。ああ、いいですね。はい。多分持たないと思うんだよ、そのネタ。でもさ、カウパー家っていうのがあるわけだよね。そうですよ、カウパー家あるんですよ。その人たちはさ、言われるたんびにちょっと恥ずかしい。それはそうですよ。でも、まあ、立派なね、発見をされてっていうか、まあみんな出てたけど、そうだよね、あ王様は裸だって言ったのはカウパーさんなんですよ。出てると。でも例えば確かに出てる。カウパーさんの表札には我慢汁とかルビ振られてるでしょ。外人の人だから表札ないと思うんだ。その縦書きの今縦書きだったもんね。それはないわ。それは徳川家康とかっていうのはよく表札屋のところに置いてあるけど、カウパー氏って書いてあるのはないと思うわ。それはないわ。いいな、我慢汁鍋とか名物で作ってたりするんじゃないの。いいこと言うね。うまいこと言う。行くと。もう、初めから全然無駄な会話してるもん。いい感じ、いい感じ。ほんといい感じですよ。ちょっとそういえば、なんかためになるようなことを言おうとしたのかもしれない。もうね、ここ4週ぐらい人生の話とかね、したい気がする。もうなんかちょっと喋り場な感じ出てた。あー、してたよね。うん、してた。随分でも人生の話とかしちゃったしね、実際。したでしょ。多分したと思うんですよ。しないよ、絶対。もう、絶対しない。まあ、絶対ためにならないから。分かった、知る男優で頑張りましょう。はい。というわけでですね、もう大丈夫？もう大丈夫。僕ね、ちょっともう、公の、電波だけど、見てよ。ライター買ったのよ。デュポンのライター、この怖い人が持ってるライターさ。すごいこれ、これ絶対怖い人が持ってるやつじゃん。6万8000円。ほら。何やってんの？絶対飲み屋で盗むなよ、俺の。絶対頼むよ。もう、よく
飲み屋で100円ライターさ、うん、僕もよくやるんだけど、うん、あの人に貸してもらったりして、あ、ごめんごめんなって言ってるうちに自分のポケットに入って、はいはい、気がついたら気仙沼のスナックみたいなやつ持ってる時あるでしょ。あれは行ったこともないスナックの、あれはもらったんだ、あれもらったんだ、あれを配布したんだみんなに、何本かもらったやつを一回りしてうちに戻ってきたことになる、気仙沼のスナックが、あれをずっとロードムービーのように辿っていくと面白いね、あのスナックのライターさ、はいはいはい、え、それのために、いや違う違う、その旅をさせるために、俺は今日はもうこれやってやろうと思って、バーンと、ほら、行ってみたんだ。ほら、ちょっと見せてよ。なんで話さないでよ。いや高いんだ。今日買ったんだもん。6万8000円も使ってんの。そうだよ。何してんのよ。昔ほら、超合金のやつで、これロボットになるやつあったじゃん。そういう金のやつで、あの、手とか足が出てくる。それの原型だからさ、デュポンの。ちゅうかさ、何の面白みもないじゃん、このライターに。いやいや、だから、違うじゃん、飲み屋で。ちょっと貸してよ。飲み屋で、使ってんのがいいんじゃん。あの人壊したなっていうことも、もう分かると思うんだ。もう今までは本当に100円だったし。僕あげたじゃないですか、この間。どのやつ？あの、東京ドームで、うん、東京ドームのステージの上で、あ、うん、げたでしょ、ライター。それも、ライターと、ボールペンにもなってるヌードのやつでしょ。そうそうそう、嬉しかったけど、嬉しいでしょ。2つ用途があるのにってちょっとカッコ悪いじゃん、大人として。なんで1つしかないのがいいんじゃん。もう1つ機能があったじゃん、こうやって開けた時に、うん、押した時に、うん、おっぱいと光った股のとこが光るじゃん、3箇所近い、確かにね。でも3ちょっと3つあるでしょ、うん、用途が1個に対して用途が3つあるのはちょっと大人として貧乏くさい気がするんだ、うん、2個まで。しかもあれだよ、キンキンってそうじゃん、おしっことザーメンって2つでしょ、ギリギリ2つってギリギリ2つでもうかっこ悪いじゃん。そうその他にもいろいろ使うっていう人いるよ、ね、体の中で1個しか使えないとこってない。あ、これは1個しか使えない、あとの用途がな ない、まあ、目とかもないよね、見るでも閉じるっていうのがあればね、うまいこと言うね、うまいこと言うね、鼻は嗅ぐ、嗅ぐと逆に空気も出して2つ用途あるか、うん、鼻息が荒いっていう、あ、アナルもするけど入れることもあるもん ね、2つ用途が出てる、あるある、やっぱりだんだん2つだんだんもっと大人になると一つしか用途がないものを求めてくるわけですよ。なるほど、うん、もう本当にただ火がつくだけのものなんだよ、6万8000円で。あの前来た井筒さんって、あの監督の井筒さん、あの人は携帯電話を古いの持って電話もできるし、喧嘩になった時に殴るために硬い昔の持ってた、でかいやつね、貧乏くさいなと思ったら2つ用途があるから、やっぱり1つしかないとダメ、殴るっていうのがね。今携帯だってほら写真も撮れたり、いっぱい用途と貧乏くさいでしょ、やっぱりはっきり言って、ちゅうか貧乏くさくはないよ、確かに金色だし、そうでしょ、金ピカだよ、そうでしょ、そうでしょ、めちゃめちゃ似合わないよそれ、忘れてもお客さんのことは思えませんよ。今日自慢なんだ、すごい、もう早いね、しまうの。これもちょっと今日ラジオのギャラももらったとして、1万ぐらい元取ったかなと思って、今もうこんでいいんだ、今こんでいいんだ、話したからね。だって堀くんがモハメとアリの写真集買ったんだよ、40万だよ、初め4万で高いなと思って本屋で見てて予約したら来たら40万だったと。それで飲み屋で悩んでたけど買った方がいいって言ったじゃん俺ら。言ったで買っちゃったじゃん。本当に買うとは思わないよ、ね、俺も本当にあれもあれも一つしか用途ないじゃん。そうだってモハメとアリの戦ってるシーンでオナニーするしかないわけじゃん。そうだ、ね、用途は一個だよ。でも素晴らしい、40万の本がガビガビでくっついてるんだよね。そこがまた大人なんだよね。一つしか用途がないとこを汚したりするのはかっこいいんだ。そうだよね、それが大人ですよ。ほんで一枚一枚切ってこう額、うん、に入れたりとかしちゃダメだよね。そうそう、あと一枚一枚切ってまたスクラップに貼ることだってできるけどね。うん、できるけど、それしちゃいけない。それしちゃいけないね。それしちゃいけない。やっぱりガビガビにしちゃいけない。そうそう。このマイクだって喋ることもできるし、入れちゃうこともできる。二つ要素。これはだから貧乏くさいのマイクっていうのは大体一緒なの。そうだ。うん。マイクはでも入れる人いないっていう。いないの。これ入れながら放送したらどうなんだろうね。でこもってるでしょうか。それえ？こもってるよ。でもそんな骨で伝わる電動じゃないんだから、骨電動じゃないんだから。でもなんかかすかに聞こえんじゃないの。あ、でもあそこでも入れられる人いるじゃん。恥骨あるもんね。うん。骨電動行くかもしれない。そうだよ。あそこでも話聞けんじゃねえの、ひょっとしてあの電話。誰かほらこれかぶせて、それでその人のインタビューはそこのマイクだけで拾うのよ。いや、どう？だって次の人汚れてるじゃん、もう。いや、だから、かぶせればいいじゃん。カバーあるでしょ？マイクカバーみたいな、はいはい。こういうスポンジみたいなやつが。はいはいはい、
これじゃダメ、はい、乗ってきてますよ。あなた乗ってきてるよ。いやもうな、あの乗せんの時間かかるんだから大変なんだからもう。っていうかさ、とりあえずジンボの愛しとけばいいんだから、はい、乗ってくるのは初めジンボの愛しとこないと乗ってこないから食いついてこないじゃん。あんですがなかなか俺食いつき遅くなったんです最近ちょっと。もうそうかな、ジンボの話が少なかったから、うん、そうだよ。ほらほら3回ぐらい言ってもう嬉しそうだもん。もうていうかもうこの場所でジンボの話するには明るすぎるんだよねちょっと。そうなんだけどさ、でももうジンボの話してる時の安西さんの目の横の目こじわっていうの、もういいシワ出すよ安西さん。目こじわで目尻のシワで何て言うんだっけ、ここは知らない、カラスの足跡とか言うけど、いい目こじわ出してる、目こじじわ出してるわ。ゴジラじゃねえんだからそれでは早速参りましょうか。いい、うん、いいよ。いやいや俺は温まってるんですよ。ポカポカですよ。そうかな、神秘湯とか入れてんだから風呂に。神秘って書いてあるでしょ、神秘って書いてあるんですよ、あのなんか辛いやつ、あのあれですよ、沐浴剤、沐浴剤見ません、あの効能っていうか中に入ってるやつ、神秘って書いてあるんだ。これは効くなと思って、神秘って書いてあるんですよ、神秘は効くの、わかんない、それはわかんないんだけどね、だいたい4つしていい、いや4つしてない、もういいです。じゃあ早速参りましょう、はい、どうぞどうぞ、セックスのEGM。 あのですね、大人になるとカバンを持ちますよね、カバン。ちょっと待って、小学校上がる前から幼稚園から持ってるってカバンは。でもそれは学生カバンだったり、うん、幼稚園のたすきがけのカバンだったりする。これだんだん大人になってくるとマイカバンを持つじゃないですか、外出るとき。手ぶらで財布持ってたらおばさんですからね、そんな一人で。はいはい、うん、まあそうですよね。おばさんってなんで手に持ってんの財布いつも、あれ心配だからでしょ。心配だから。それミロ君がライターを未だに手で握ってるのと同じだよ。それ心配だから、うん、心配なんだよ。でもおばさんの財布は手に隠れてないよ、手から出てるのに狙ってくださいとばかりグッと持ってるでしょ、うんうんうん、でもあれ小銭いっぱい入ってるから、小銭いっぱい、うん、あそこでなんか温めてるの、うん、大きくしてる、なんか大きくしてる、温めるといいんじゃないの、あ温めていいの、財布は温めるといいの、うん、財布って温めていいの、あのなんかお札の向きをきちんと並べた方がいいらしいよ。あそう、そうすると何になるのか、うん、すっごいお金持ってる人が言ってた。あそう、うん、あのね、あのお金をね、うん、持ってない人っていうのは、うん、お金を粗末にしてるんだって、やっぱり。あら、やっぱりお金を粗末にするからたまらないんだっていう考え方ですか、うん、そうそうそう。だからその人は300万ぐらい持ってんだけど、全部揃えてんだよね。あら。でも300万とかだよ。でもそれは銀行からバンと出たそうピン札だから、そのまま入れれば揃ってんじゃないの。そうだ、ね、バラバラでもらってることないでしょ。そうそう、その人の揃えるっていうのは立つって意味かもしれないしね。ああ、札が。ああ、そういうことかもしれない ね。この間、アイデン&ティティのね、はい、今度 DVD 出るんですよ、あれ、はい、で出るんだけど副音声撮ろうと思ってて、なんでいらないじゃないですか、副音声、俺の声も欲しいじゃないですか。いやいや、いらないってば、英語だけでいいじゃないですか。なんで副音声がいるんで、俺のツルト声も期待するじゃないですか。いや、ちょっと待ってください、映画でしょ、映画ですよ、副音声入ってるじゃないですか、今の DVD って必ず後ろに何か言う、うん、解説映画は丸々見られますよね普通で、はい、でその後にボーナス取ってって書いてあるんですよ、はい、副音声って書いてあったら、はい、三浦仁ですとか拓殖村ですとかって言って、いやー本当いいねこのシーンとかずーっと言ってるだけなんだ。で入ってるんで、この間そのミネタ君って主演の子が来て、はい、でも久しぶりあったなーって、うん、飯食いに行くかって言ったら、うん、あ俺ちょっと帰りますって言うから、うん、いいじゃん久しぶりなのに、言ったら、うん、500円しか持ってませんって言って、さすがだと、さすがだと思った。でもその前にそのミネタ君が役やったアイデア&ティティの中島っていう役をモデルになったのは人間室の和島君っていうやつだった、はいはいはい、あいつは打ち上げに来た時に1000円しか持ってないって言った、うんうん、倍持ってるからねやっぱり、うんうん、今の中島役と昔の中島役は倍違うな、倍違う、大人だと思ったねやっぱ本当。俺昔は和島君が来た時はあそこの歌舞伎町の、ね、飲み屋で飲んでたら、あみんなちょっとみんな俺も今日はちょっと持ってきました、お金持ってきますから、はいはいはい、僕も出しますからってから、とかいう話で、和島君が払うって言ったんですよ、その時珍しいなと思って、はいはいはい、俺じゃあ大丈夫って、はい、1人まあ3000円とかだったんですよ、あすいません500円しか持ってませんっていう話になって、それもすごいんだよ、500円札だったからね。これはケネディスタンプ持っていったら560円ぐらいもらえるかもしれない、そうだよ、値打ちもんの金持ってきたの、やっぱ違う、あやること、もう昔から貯めてたやつもう出したね、もう出してきてんだ、パラフィン紙に入ってたやつ出してきた、削ってるね、コレクション削ったから、削ってるね、すごい削ったけど、すごいなと思って、500円札か、青いやつだよね、青いやつ、岩倉智美ですよ、そうだ岩倉智美、いいよね、うん、
れいいよね。今だからああいう100円札とか板垣大輔の100円札、はいはいはい、あれ持って、はい、上の人に誘われた時に持っていくと喜ばれるって分かった。そうだよね、うん、あつまらん今日100円しか100円って言った時板垣大輔の100円値打ちあんじゃんって出るから。あと万博のコインとか万博のとか東京オリンピックの100円玉とか、ね、そうそう100円出して飲み屋で払うのはかっこいいかも。うん、多分値打ち出てないんだあんまり。月に借りの切手だって昔小学校の時から変わってないもんあんまり。そうなんだよね。5000円とかですよあれ。あの僕家建つと思ってたから月に借りで買わないですから。でもこれやっぱりそうやって500円とか1000円とか持ってない人ってカバン持ってないんですよ必ず。そうでしょ。いやもうよーびっくりした。言おうと思ったって今までいきなりポケットだもん、うん、あなんかねそういう人の考えはポケットがカバンだと思ってるわけ。ここに何でも入りますよって言うんだけど本入るかっていや文庫本ならとか言うんだけどレコードとか入んやわ入らないレコードあんまりポケット入れて歩いてる人いないでしょ、ね、やっぱり大人になる証明としてカバンを持つんですよ、うん、ほんでやっぱり地方とか行くわけじゃないですか。あの出張とかでカバン持つ人、はいはいね、今度は旅行カバン旅行カバンも、はい、今度高くなりましたね、はい、ほんで、はいあのあれですよあの飛行機とか乗ると最近ほらチェックされるじゃん、はい、金属も金属探知とか出るから最近じゃなくて昔からですけどね、はい、でだから飛行機の場合は、うん、まあ変なものを入れていけないっていうことを今日言うようとしてるんですよ。昔アイドルだった人の事件ありましたよね。やめてくださいよその話は。バイブレーターを持ちでピンポンとなったピンポンとなったっていう事件ありましたよね、はい、あれああいうことはあるわけですよ本当に、はいはいはい、本当にピンクローターみたいなやつだって、はい、僕はこのいつもあこの探知機の横でこうやってか体乗り出してこう見てるんですよあの画面、はい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 、カラーですよ今の。そうでしょう。白黒じゃないすごい綺麗だよね。すっごい綺麗に出てますよ。綺麗綺麗。で俺あの北海道で、うん、熊のね鮭加えたね、はいはい、木彫りの人形を買ったんですよ、はいはいはい、出てましたからね木彫りの形がはっきりわかるでしょ。はっきりわかるんですよ。ということはもうディルドだとか、うん、もうすぐ分かるんですよ。分かるんですよ。分かります分かります。ほんでね、はい、あの私の知り合いに府警さんやってる人いるんですよ。警察官、女の人でね警察官やってる人がいて、ね、その人が落とし物係だったんですよ。ある日ねカバンが届けられたんですよ。黒いカバンですよ。カバンが届けられた。泉谷茂じゃない。泉谷茂ですよ。カバンが届けられて、はい、落とし物係の人だから開けてみたら。はいはいはいピンポン玉みたいなところに紐が両方に出てるのがあったっていう。あらら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 、うん、卓球の愛ちゃんよりもなんか穴がポツポツ開いてて両端から紐がピョンと出てると。あのゴルフの打ちっぱなしの練習ゴールみたいな、うん、穴が開いてるやつ、はい、あれとこれはちょっとよくわからないから、うん、お前んとこ の事務所の社長に聞いてこいと、はい、うちの事務所員のお姉さんなんですけどねこの話を、はいうん、わかりました、はい逆ボールだとすぐ言いました、はい、逆ボールだと、はいはい、口にかませてサルグッザみたいにするやつだと、はいはい、黒いカバンだろ、はいはい、中に何本かのバイブ出てきます。あと縄あっちゃ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 あとはポラロイド写真うわポラポラ、はい、もうわかるじゃないですかそのポラを見れば、はい、手帳のとこに何枚かポラロイドが挟まってその人がポラロイドさんっていうさなんか有名な歌手の人だと。ダメだダメだ絶対ヒントダメ。ダメだダメだそれもダメダメ。ハンブルグ。ハンブルグ。ハンブルグ。なんだってその人と女の人が写ってる写真が入ってた。嘘嘘本当に、うん、それはでも本当だこれ。それはプレイしてないんでしょでも。知らないですよ。その写真はちょっと待ってください。いやその写真はねこう肩をこう組んでる写真だったとおっしゃってました。わかんないでもプレイかもしれないよ。女の人の方の、はい、男って決めちゃった女の人の方わかんないじゃん女のカバンかもしれないじゃないですか。でしょ女のカバンかもしれないじゃないですか。わかんないですよわかんないですよ。たまたま入ってたのかもしれない。でもねそこにね有名人の顔出た出たんらしい。出たこれ誰でも知ってると。ね、あこれはすごいとすごいねそれは。さすがに取りに来ないとさすがにお取りにならないと届けてみようよそれねえ届けようよ俺たちで。でもほら確実に落とした確実にカバン落としたけども、うんはい、取りに行けない事情カバンっていうのが大人にはあるっていう話ですよ今日は。大人の事情カバンを詰めたカバンの話ですか、はい、そうですそうです。あの昔の子供たちはカバンに夢をいっぱい詰めたけど大人は事情をいっぱい詰めて移動してるんだ実は。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。普通子供はいろんな準備があったり、はい、あの明日の宿題ちゃんと入れたかとか筆箱入れたかとか言うでしょ。 それも言えなく、はい、自分で自主的にバイブ入れたり縄入れたりして事情で事情
それは人の言うことはその人は飛行機を利用してないってことですよ。松本清張的に言うと。もう無理ですよ。だから新幹線で移動とかを、まあ頻繁にされるでしょ。どこに酔い忘れてたんですか、ね、どこだったんですかね。だから落とし物係のところに届いたって。ほんで、それもいい。いいカバンらしい。やっぱり、一品物みたいな。やっぱり高いんらしいんですよ。なんか、デュポンみたいな。デュポン、デュポンライターのような。デュポンのカバンみたいな。さすがだっていうカバンだったから開けてみたところっちゅう話ですわ。これはね、大人になったら本当に事情があるカバンが道に落ちてる場合がある。これ危険です。わざでもさ、はい、そんないいカバン拾うじゃん、はい、したらさ、絶対現金だと思うよ、ね。だからなんか思うね。思う届けるときに。思うよね。思いますよ、それこれはやったと、はい。もう開けないで、開けたらやる。開けたら取ったと思われるから。そうそうそう。これは警察持ってって、そこで開けよう。多分ですよね。届けた人は見たと思うんだよね。ね、見たよ、ね。いらねえと思ったと思うんだけど、ね、何かそのボールみたいなのが入ってるということで。あれって必ず落とし主が出なかった場合は、あなたのものになりますよって言われるじゃん。いや、それもね、新品の SM グッズだったらいいよ。使ってあるっつうじゃん。いや、でも、そのポラはいいじゃん、ポラは。ポラはね、ポラ。ポラ欲しいじゃん。すごい欲しいじゃん。欲しいよ。ヒントも言ったらダメだよ。どうやら、警察の話だぞ、これ。あ、そうだ。本当警察漏れてはいけない。もうトップシークレットだから。そうなんだ。トップシークレットでしょ。トップシークレットだったんだ。ああ、大変なもんですよ。だから、やっぱりカバンの中には、変なものをね、やっぱり何が起こるか分かりませんよ。そのトップシークレットのやつの相談役なんだ、三浦兄は。僕はね、まあ、特殊化だから僕、ね、うち特殊化だから、はい、今ほらオタク犯罪とかあったりすると、はい、やっぱオタクの人に聞かないと分かんない解決できないことあるから、はい、うちにやっぱチョック、なるほど、ボールに紐、あ、逆ボール、すぐすぐ逆ボールって言ったから、バッて言ったから、あ、僕持ってるぐらいまで、僕のはちょっとかなり汚れてるけどぐらいな、あ、これでしょぐらいな感じですもん。いらないよ、やっぱり警察の人もすぐ分からないとね、だって犯罪に使われたかもしれない。その逆ボールは分かんなかったんだろうね。分かんなかったんだ。バイブとかは分かる。分かるじゃん。ラワとかは。ポピュラーでしょ。ポピュラー。分かるじゃん。うん、ポピュラーでしょ。逆は分かんなかったんですよ。こうフライパンとかそういうのはなかったんですか。フライパンとかこうフライパン返しとかそういうのは入ってなかったんですか。は。いや、ごめんなさい。いいです。別にありがとうございます。そんな器具があるなんて僕全然知らなかった。いや、いいです。ありがとうございます。あ、そうですか。はい、あ、もう電話してきます。ということで、はい、そういう、気持ちを歌っておられます。はい。安西さんがネタをバラしてしまいました。泉谷しげるさんで黒いカバン。はい、そういうことです。久しぶりに聞いたでしょ、これ。ライブ版でずっと聞いてたんで。ライブありましたね。これね、初めの MC はね、多分飛ばしたんですよね。MC の部分がありましたから。うん。見てたんですか、これ。僕、ライブで何度もこの、はい、曲を聴きましたけども、うん、全然違うよ、もう。ああ。もっとすごいベランメーな感じで、崩して歌ってましたね。あの黒いカバンの中にギャグボールが入ってたとは思わなかったでしょ、当時聞いた時。思わないでしょ。しかもそれがさ、こうやってほら開けたくないって言うじゃないですか、そうですね、泉谷しげるさんはこの歌詞の中で。だから僕はなんかこれ多分中学ぐらいで聞いたですよ、うん、あ、なんか事情あんなと思ったけど、なんか政治的なことだと僕思った。僕もそう思った、ね、違うんです、 SM だったんです、単純なんだよと思ったバイブが隠されてたんだだと思いますね。そうね、カバンの中に入れてまずいものはそれしかないもん、他に何にもない。中に卵焼き入れようが何しようが別に恥ずかしくない。僕話したことあったっけ昔。何なんですか、その、いきなりその、いきなりの言い方は。カバンの中に隠してたエロ本は学校で見つかった話したよね。した。あ、した。してないよ。してないよ。しなかったっけ、うん。してないよ。星座の本に。星座の本。星占いの。星占いじゃない。なんで学校に持って行ってるんですか。星のなんとかっていう。あ、なんかその全体のやつね、全体の、そう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 、はいはい、いろんな星座がこう出てるやつ、うん、なんかそういうその本を買ってもらった親に、うん、でそれにエロ本隠す場所がなくなったんで入れて中学校持ってったんですよ、うん、そしたら星座の本珍しいからって友達が見せろって言うんですよ、うんうん、でも中にはエロ本が挟まってるじゃないですか、うん、パンと開けられたら、あ、おめこ座だって言われるじゃないですか。そうそうそう、大丈夫ですか。まさにそうですよ、うん、これはいかんと思って、うん、おめこ星な、いや、うん、面白くないから言えば言うほど、うん、みんなもうどんどん興味を持ったんですよ、うんうんうん、で友達がそれを僕からひったくって、うん、走ってったんですよ、うん、で追っかけますよね俺も、うん、そしたらこうやって走りながら見てたんですよ、うんうん、ってうん、ね、うん、でそれがその本がパーンとバラバラエロ本が飛んだの。エロ本だけがスーッと廊下を走って、うん、ピューッ生きてんの。生きてる、そうです、生きてるエロ本、生きてるエロ本が、うん、僕の大好きだったこの前で、うんうん、ちょうど足元で止まったんですよ。あ、カーリングだね、はい、カーリングしたまさに
エロカーリングだね。エロカー。エロカー。エロカーして、ピューッと止まって。おいで。やだ、安西、安西くんだ。はい、それで、安西くんと。持ってきて、僕はもう泣いたね。泣いたの？はい。チンポか。はい。チンポか。チンポか。カウパー氏が出てきて。なんで？何の話だ。変なの？変な話。カバンの話。というわけでですね、早速今日も参りますよ。試して合点、スタートです。はい、改めまして三浦ちゃんと申します。はい、安西はじめと申しません。はい、違います、三浦だと思います。よろしくお願いします。JWAVE TR2 チューズ。はい、ですね、今日コーナーを早速、うん、新しいコーナーも、ねうん、新しいコーナーも考えました。はい、ほんで新しいじゃないですか。今回はね、あのプレゼント多いから。今回はですよね、あの物で釣って、はい、あのレーティングってやつ上げようという習慣、はい、ということでございます。はい、なんですかこのアビタックスとかいうのは。これあのあれタグライト、ビッビッビッ、あ、本当だ、ライトつきますよ。ああ、ファスナーとかが分かんなくなるから、暗いところで。いや、わざわざファスナーの先にくっつけるじゃないの。あ、ほんと、ファスナーの下にくっついてる、うん。ほら、暗いところで、ほら、おしっこする時。エッチするときとか、おしっこするときに。あ、そのためにつけとくんですか、これ。うん。これ、はい、女の人がこう、キュッと、それを、はい、そこよと。そこよと。はは、はい、昔よくファスナーに、チンコ挟んでたよね。挟んでた。最近なぜ挟まなくなったの？あれは良くなったんじゃないの？やっぱり。タロンとか、あの、なんか、CBS じゃなくて、なんだっけ？あの、ソニーじゃないの？KGB。YKK だ。YKK か。なんで KGB？ なんでロシアまで出てくるの？YKK ですよ。やっぱり考えたんじゃないかな。前は、あの、ギザギザの、はい、この、チャックのとこの、下のとこの布みたいなのあんまりなかったよね。あの、この当てが、ね。当てみたいなのが今あるでしょ。前は直、鉄みたいな、アイアンみたいな、どうする？アイアン&なんか、ラバーみたいなことになってたでしょ。そうか。構造が間違ってたんだ。前は失敗してたんじゃないかな。それか、チンゴでも挟んで大きくしようっていう、なんか日本人のやらしい根性でもあったのかな。ね、歌丸って言われた時代だった。そうだよね。あれは本当によく挟んでたよね。よく挟んでたし、うん、昔よくボール金玉に当たってたよね。最近なぜ当たらないの？ボールが金玉に当たってた。当たる。神様助けてみたいな時がもうないね、大人になる。ボール、部長で、ボール使わねえじゃんよ。ボール使わないんだよね。ボール使わなくなっただけだよ。僕ね、だから、ボールも使わなかったから、今もう使わなくなったから金玉にボールが当たって死ぬ思いをしなくなったのと、うんうんうん、僕チャックも使わないんですよ、よく考えた。え？だって使ってんすか、おしっこする。僕ね、全部脱ぐんですよ。あらら。あの、このボタンから全部あの、ズルンと向けて、もうお尻丸出しでおしっこする。つまり、あの、チンコだけを出さないんですよ。出せない。安西さんはチャック。やって。ほんで、アンド、その下の、下のパンツの窓からも出してるんですよ。小さいね。そうそう、ちっちゃく生きてるんだ。なんだよ、俺は。でも、パンツのあの窓って、はい、クッと出すと、はい、クッて横にこう、曲がるでしょ。あるんですよ。おいで、パンツによっては構造的におかしいじゃんね、あれ。なんかよくわかんないですよ。迷路みたいになってるでしょ。チンコにも上付き、下付きってあるんですかね。それあるんじゃないですか。あるでしょ、ね。微妙にはあるでしょ。微妙にありますよ、ね。微妙にあるでしょ。なんかね、窓がね、合わない時あるんですよ。そのジーンズの窓が合ってんだけど、パンツの窓が、はいはい、すごい合わなくて。安西さんは下付きってことか。あるいは逆にこう合ってなかったりとかして、つまりねじれたというかこう角度がついた状態で、だから下ろしてくださいよ、もうその時は。下ろせばいいじゃん。なんでそこに綺麗にそこのこうあの糸を縫うようにこう張っていくんですか、そんなの。そうするとね、その時にこうあのなんですか、流れる感じっていうのが尿道を圧迫して、そうでしょ、あれが止まるでしょ、たまに。そうそうそう、うん、尿道でこう膨らんでる感じがする。あ、ありますあります。あの、すいません、水道管踏まれたみたいな、はい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 、あの庭に水撒いてたらみたいな、はい、なるでしょ。あれなりますよ。あれはどうするんですか。なんで、うん、あのなんか残尿感とは違う、違うと思う。こうたまりができるわけですよ。それできます。その間にこのクネッとした、はい、あのカーブの中に。ちょっと待ってください。安西さんは何、ローライズみたいなパンツ履いてるんですか。いや、いろんなの履いてみてんですよ。はい、あ、見てるんですか。はい、お試し期間なんですか。いや、いろんなタイプ履いた方が面白いかなと思って、はい。それは面白いと思いますけど。トランクスもあり、はい、ビキニもあり、窓の開いてないのもあり。トランクスの上からビキニ履いてるんですか。いや、違いますから。違うんだ。どう試してる。俺はなんで罰ゲームみたいな格好しなきゃいけないんですか。いろんな、トランクス派とか言いますけど、違うんだ。ノンポリだ。ノンポリですよ。ノンチンポリ。ノンチンポリ。ノンチンポリ出た。はい。あ、そうなんですか。もう全く気にせずはいろんな。どれが一番この尿道を刺激するんですか。
あれですね、やっぱり一番いけないのは、ビキニの窓なし。ちょっと待ってくださいよ、はい。窓なしだったら脱げばいいじゃないですか。いや、だから、上から出してるんですか？あれは、こう、上から出すんですか？そうそうそう、上から出そうとするんじゃないですか。こう。あ、上から。そうですよ。ビキニをこう下ろして、はい、で、それを下ろし切って、たまんところまで下ろしちゃえばいいんですよ、楽で。じゃあ、ところが、上から顔を出してるんですか？そうそう。それだと、すごい、こう、ビキニのゴムが、こう、すでに圧迫してるんですよ。井の頭公園の鯉みたいな状態ですよ。はい、そうそうそう。うわぁ、こうなってるんですよ。バクバクバクって食ってるよ、鯉みたいな気持ち悪い感じでしょ。その時に、かわいそうじゃないですか。ちょっとでも手を離したら大変ですよ。ビーンと上向いて、そうそうです。もう顔にビューってかかりますから。もう。それはかかると思います。時々普通は。俺はトイレの後顔洗ってる時あるんじゃないですか。あの時はかかってる時ですよ。あるんですか。はい。あれは厳しいです。ちょっと待ってくださいよ。はい、そのビキニだったら横チンでいいじゃないですか。横からこう行きましょうよ。横をやるとですね、はい、こうなんていうんですか、ガバガバになって、布に優しくしてるんですか。そうです。はみ出すじゃないですか。こうはみ出す。最終的にはね。最終的にはね。はい、はい。でも、そんな、良くないと。パンツって何年ぐらい履けばいいんですか、はい、大体。何年ぐらい周期なんですか。これもうすっごい大事。5年も履いてるんですか。大事に履いてますよ。5年以上履いてるのありますよ。そう。本当ですよ。それもしかも、うん、なんか撮影に行って、もう土砂降りにやっちゃって、うん、パンツまでびしょびしょになったんで、コンビニで買ってくれた。コンビニパンツをまだ。コンビニパンツまで。コンパンを。はい。それも6年ぐらい、ね。あ、そうなんですか。はぁ。すごい種類があって。はい。タンスの引き出しパンツだらけですからね。コンビニばかり。はい、コンビニばかりじゃないですか。ローソン、セブンイレブンなんとかバカ分けてある。もういろんなパンツがあるんですよ。はぁはぁ。あれも買ってくださいよ、生理用パンツ。あれでちょっとおしくしてみてください。どういうんですか？売っていいじゃないですか、コンビニに。よく間違えて、小さいから買おうとする。あ、見たら違うんですよ。あ、なんか小さいんですよ。あ、そうなんですか、小さいんだ。割とスポーツパンツとかも売ってるじゃないですか。女物のパンツ、はい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 。別に買ってもいいじゃないですか。だって、ノンジャンルでしょ？ノンポリでしょ？いや、女の人のはないですね、さすがに。それはないんですか？それはないです。男物って書いてあるやつばっかりですよ。男物ばかりです。平凡？いや、ちょっと平凡。ちょっと平凡。ちょっと平凡だった今、もうちょっと行くかなって。もうちょっと時間続いてるのかなって。潰せねえや、これ。時間つぶしかい。いや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 。いや、もう。というわけで、早速今日もコーナーの紹介でございます。いつも以上に豪華な、先ほど言いました、ファスナーに光るやつ。光るやつ。これはいいですよ、この話は。はい、それから、あ、勝手に観光協会のワッペン。ワッペン。これは刺繍ですからね。刺繍でしょ、勝手に観光協会のメンバーしか、エンブレムはつけてませんからね。はい、増えるってことじゃないですか。メンバーしかって俺たち二人だけじゃないですか。世の中で二人しかつけてなくて、二人で旅行行った時、もう完全に行かれてる人だと思われるエンブレムじゃないですか、これ。かなりファンキーな色が出るんですよ、これつけただけで。出ますよね。それが、1、2、3、4、5、5枚も。5枚も5観光協会メンバーが7人に増えるってことじゃないですか。あらららら。すごいですね、これ。一緒に来てもらいたいよね。いや、これ相当ですよ。今度バスだ、マイクロバスで行かなきゃいけないね。これめんな胸つけてね、はいはい。あ、それからまだありますよ。はい、これはすごいじゃないですか。なんだこれは。これはただのシールですか。いや、ただのっていうのやめましょうよ。はい、うん。あ、これなんですか。ファイルとかのなんかあれですね。文房具系のものですね。あのなんかっていうのやめましょうよ。はい、プレゼントしてるんですから。ね、なんかはやめましょう。でもそれに例えばね、こう書き出せばいいんじゃないですか。ここに。はい。ここに。例えば、なんかわかんないですけど、チンポとか書いてもらえば。あの、なんかっていうの好きですよね。なんか。はい、好きです。なんか好きですよね。はい、なんか足りないと思ってるんですよ、人生。なんか足りない。はい、なんか。あと、これは T シャツじゃない。これ手拭いでしょ。タオル、タオル、タオル。手拭い。ハンカチだ。ね、ハンカチ。ハンドタオル。そう。はい。そう、こんなもんね、なかなかね、ホテルで盗んだ時、ちょっとドキドキするからね。そうですね。ホテルで盗むときはね。盗んだらダメだよ。JWAVE81.3 って書いてあるもんね。はい。で、T シャツ。ほんで、こんな、なんかあるよ。なんか、いろいろ、まああるんだ。まだあるんですか？いろいろくれるから、今日は。あ、しかもあれじゃないですか。採用された方、抽選で5名。可能特製グッズ。抽選で5名は、この勝手に観光協会のワッペンでしたわ。だって、いつしかないんだもん、これ。そうだよね。あれ、いつしか。これ割と高いって言ってたよ。これあれだよ、勝手に観光協会の西さんが作った、作ったんだけど、売ろうと思ったんだけど、もういいやってことでもう、出してくれたの、これ。売ろうと思ったんですか、うん、だってこれ、高いんですよ、結構。一個高いんだ。刺繍だもんだって、これ。うわいいね。これでも裏がノリなんですよ。そう。アイロンで。アイロンで胸につくからね。いいですよ、これ。ただ、しっかりつけないと剥がれますよ、ね。すぐ剥がれたね、これ。すぐ剥がれます。というわけでですね、はい、商品に釣られて、今日もどしどしと。そうそう。
送ってください。まず最初のコーナーはこちら。新しい決まり手。これはほら、相撲のね、新しい、はい、四十八手以上考えていこうっていうコーナーですよね、はい。新しい、これはもう絶対勝てるっていう、あの、技を考えて。これだったら勝てると。はい。はい、これだったら勝てる。とにかく相撲の世界に革命を起こすと。はい。ということでございますね。もう、安田さんはあれだけど、俺はもう全く知りませんが、相撲の世界は。わかりませんから。これを、それで最終的には、親方呼んで判断してもらおう。そうそう、判断してもらおう。はい。はい。バカにすんなよって言うと思いますけどね、多分。うん。バカにはしてない。知らないだけで。はい。二つ目のコーナーは、想像シネマ見るならこれでしょ。今日はですね、何でしょう。海猿。あ、海猿。海猿？海猿。はい。うん、よく知らないですよ。これ、よく知らないですけど、この間、Day After Tomorrow 見に行きましたよ。面白い。あ、本当？なんか、いろいろブツブツ書いてる人もいるみたいだけど。うんうん。あ、バカ映画だからもう。そんなやつにブツブツ言うやつ変わってるわ、あれ。兄が想像してた通り、はい、コマーシャルで出てきたシーンが最大。いや、割と CG 頑張ってました。すごかった。うん、すごかった。昔、ジョン・ギラミンっていう映画監督がいて、それはね、タワーリング・インフェルノとか、後にナイル殺人事件、だんだんキング・コングとか、もうとりあえずダッサい映画なんだけども、スペシャルゲストさえ呼べばいいっていうことで、下にもビッチリ女優男優陣を入れといて、大げさな映画撮るジョン・ギラミンという人がいました。もうそのお亡くなりになったんです。その勢いを継いだのがそのエメリヒですわ。もう名前も言ってもらってないから、インディペンデンスデーのあの監督のって言われてるだけの人だけど、あ、面白かった。復活の日とね、はいはいはい、日本で言うと、はい、日本沈没、八甲田山、ノストラダムスの大予言、これ4つ足して、うん、CG 使ったみたいな、うん、鼻汁かけたぐらいな感じの、いい感じだった。すごいいい感じ、いいですね、いい感じでした。面白かったですよ、なかなか。なあほなが連発な映画だったですね。はい、面白いですよ。いや、今回はもう、ね、ほら、はい、先週それ聞いたから僕行きたくなって、はい、うん、ひどい説明だったけどね、あれ。ひどいやつだったからね。もう言えないけどね。もう言えませんけど。今日は海猿。はい、これ見たいな、はい。見てみたいな、どんな映画か。楽しみでございますね。はい、そして三つ目のコーナーはこちら。CG じゃないってば。この世の中には CG、Day After Tomorrow もそうでしたけど、CG なのか CG じゃないか分からない部分もやっぱあるわけですよ。ここ CG か、ここ CG じゃないかとかって、マットがあってほら、絵描いてある場合もあるしね、はいはい、CG で金使ってる場合もあるけど、そこを世の中に起こる CG か、CG じゃないかっていうのをバシリ決めようと。兄がもう一言で、はい、一刀両断でございます。はい、見ていただきます。そして四つ目は、本丸選手権。おー、ということで、本当の悪いやつ。公衆トイレ行って、ふっとうんこ流さないやつとか。はい。流さないやつっていうのもかっていう。いるでしょ。それはした方が悪いんですかね。いや、したら流すでしょ。普通はね。ね、普通は。はい、流さない、なんか自分のテリトリーはここだ、みたいな示すやついるでしょ、なんか。それも、矢印みたいな、うんこして、先見ても何もないみたいなことあるじゃないですか。うんこで、ブレッとこう、行くやつね。あれ、本当悪いよね。本当悪いよね。本当悪い人だと思うんですよ。周りを押す人はもっと悪いけどね。もう、便座の周りです。いるじゃないですか。どうしてここにうんこしたのみたいな人いるじゃないですか。あれは何なんですか？あれは穴の位置が違う人がいるってことですよね。いるんですよ。そうですよね。一度、はい、あれですよ、こう手洗う上のこう、うん、あるじゃないですか、はい、あそこに乗ってたことありますよ。これはそれはもうってしたんだろうと。石鹸でしょ。石鹸でこう多分泡が出るんだと思いますよ。それがですね、で最初で気がつかなかったんですよ、はい、気がつかないですよね、あんなとこ手を洗うとこに、はい、上のとこ、うん、こでなんか影のようなものがあるなと思ったんですけど、はい、あんた偉くに酔ってらっしゃるわと言うんで、する前にふっと見たらもうだいぶもう、はい、だいぶ水に流れて半分ぐらい山が崩れてらっしゃいまして、もう気分が悪くなったんで入りましたけどね。面白いああいう人いますから。やっぱりね、本当の面白いことってね、うんこの話だと思う。って思いません？チンポの時はうんこですか。僕ね、今日、久しぶりにルミネ座吉本行ったんですよ。はい、見に、はい。笑い飯が出るっつから、はい、もう久しぶりに1年ぶりに見に行きました。はい、まあ、面白かった。笑い飯も面白かったけど、リットン調査団の人が、はい、の人が、あの人が、はい、吉本新喜劇に出てるんですよ。うん、で、新喜劇見たら、もういきなり、いじられがハゲですよ。
なんか記者のルポこの島をルポしに来ましたなんて記者の格好してんだけど、あのハゲそうめんですねとかハゲの話ばっかりされて、あちょっとハゲ麦茶出してとかなんでハゲねんって言ってんだけど、最後ハゲてめえなーってみんなに蹴られるんですよ、全員に。もうほんと面白いんですよ、やっぱハゲ、ね、うんこチンコ、この3つにはもうねどうしても勝てない。もうモンティーパイソンなんてもう及ばないと見た俺。 その3つだなやっぱり俺。三大はこれは面白いもん。それは本当に飛んでくる道具だから ね、 ね、 えね。でこれはなかなか俺飲み屋で言えないじゃないですか。うん、そうなんだ、あのお前ハゲやからとかわーって言えないでしょ。それを舞台で芸人した時爆発するねやっぱその面白さは。普段言えるのは森田君ぐらいだからね。そうだよね、ああいうことはっきり言うとかね。でもほらやっぱりあのそういうやっぱハゲとか、うん、まあうんこにはたまたまついてませんでしたけど、うんうん、濁音がつくやつね、チビデブとか全部濁音がつくものは面白いね、はいはいはい、面白いやっぱり濁音系も面白いと。濁音がまた面白い、ね、ジルみたいなね、面白いんだよね、汁よりはジルの方が面白いもんね。ジルだね、おやジルだねやっぱり ね、 ね、そちらが面白いもんね。はい、そして4つ目はこちら、あもうあそうだ、ね、新コーナー、こちらが新コーナー5つ目、チンポの遠隔活用。今日ねあの街で、はい、人数えてる人今横にいるんだけど、はい、チンポね63回ぐらい言ってると思うんだ今、カチカチカチってやってますから、うん、もう今もうだいぶ溜めた、もう半年分のチンコ言ったと思う、これで。これねあるじゃないですか、はい、皆さん格言好きじゃないですか、はいはい、格言って好きでしょ、はい、ほんで格言の中にやっぱいい格言ってあるじゃないですか、これから人生に生かしていける格言、チンポは一日にしてならずとかあるじゃないですか。ないよ、 あるじゃないですか。ないじゃないですか。ないじゃないですか。え、あ後藤さんのこんななったのは一日にしかなってないんだよっていう、あ、はい、今のチンポがあるのも、はい、っていうことですか。昨日今日こんな黒いんじゃねえっていうのあるじゃないですか。それはあのローマを一日してならずよりも何かリアルで人生を語ってくれる格言ってあるでしょ。はい、格言にしていくわけですね、はい、虎ぬチンポの川山よとかあるじゃないですか。なんかすごく活用しやすい感じなんですけど、はい、いやですか、ね、いやいや あるじゃないですか。活用じゃなくてそれは格言ですよね。格言の方です、はい、格言以外でもいいんですか。格言以外は変革活用ありますね。チンポを茹でるなんていうの、これどういう意味かっていうのはね、あいいですね、チンポを茹でるっていうのは、うん、あいいですいいです、はい、いいです、わかりますわかります。チンポを冷やすなんていうのは、あいい、これはねなんかね人生の格言ですよ。辞書に出てるよね。出てるでしょ、よく出てるでしょ。チンポ冷やすそうでしょ。出てるわ、出てますでしょ、だからいいそういう、まあ皆さんも当然ご存知でしょう、はい、そういう格言を送ってもらって、はい、人生にこういう示唆を与えてる、はい、意味があるんだっていうことを送ってほしい、はい、この話、はいはい、もちろんその意味もちゃんと書いてほしい。そうもちろんいうことですね。活用だけを書いていただいてもね。そうですね、僕らって想像しろってのは分かりませんからね。それはもう例えば例題をお願いしましたんでいいですか。はい、チンポに腕押し。あチンポに腕押しありますね、昔からよく言われてますそれ、はい、ですか。意味はですね、うん、ブスを相手にしてピクリともしない様子。それは大きく言えば、はい、こう小さいことでは動かないぞっていうやっぱり人生の意味が含まれてるわけですよ。うん、性の体験だけではなく人生に使えますよね。そうですか。これからお前チンポに腕押しだぞと上司に言われたりするときに、あなるほどなって思うと思いますよ。でもこういう活用もできますよね、はい、チンポに腕押し、チンポを腕で押されただけでも立ってしまうぐらい。まあありますよね、そういう、ね、そういう若いっていう意味ですね。それは単に若い元気がいい、発達をした、はい、青春時代っていう、ね、活用方法もありますよ ね、 ありますよね、はい、そういうのを送っていただくといいな。意味がつくとなんかいろいろ考えられていいですね、はい、コーナーもありますよね、まあ、例えばこのコーナーの中で言えば、はい、チンポじゃないってばっていう言葉ありますよね。あれあるじゃないですか、よく言われるでしょ、チンポじゃない。これマイク見た時にあチンポじゃないってば、この世の中には、はい、チンポの形をしているものが多いけども、うん、本当のことを見抜かなきゃいけませんっていう人生の教訓ですからね。そうですね、はい、チンポじゃないってばね、そういう格言ですよね。そのね、はい、チンポ変革活用、略してチンカツ、ね、はい、チンカツですね、これ出ますか。新しいコーナーでございます、うん、漢字検定に出ますよ、はいはい、これはもう今日からバリバリやりますんで、うん、これは本当に明日の説教に使えますから。わかりました、はい、もうねそして最後はこちら、はい、明日本当に間に合うな、うん、
本当に間に合うようなね情報を皆さんからも、はい、募集しておりますので、はい、自分の友達が、はい、もう本当に人が来なくて困ってるイベントとかありましたら、ここ1週間の情報を安西はじめさんが、読んでくれますので、はい、よろしくお願いします。これはですね、朝方4時直前でございますんで、ギリギリでございますね、はい、お聞きなのがしのないよう、はい、ということで以上全てのコーナーです。今日はこちら、ナレーションはこの間の飲み会で、うん、ろうそくを垂らされてみるのもいいかなとぽつりと漏らした。なるほどね。レディのマグロちゃんです。メールアドレスは dr2@j-babe.co.jp dr2@j-babe.co.jp。 ファックス番号は0570-000-813。でも本当は観光協会で涙のインド JWEBTR 通火曜日ビューラジオターザーにおらんがのこるくてよろしくお願いします。 J-WEB TR2 リリー・フランキーです。安めぐみです。水曜深夜2時からは TR2 ウェンズデー。水曜は大切な夜になりそうです。少しだけ素敵なプレゼントを用意してお待ちしています。ときめきをお求めの皆さん、聞いてくださいね。リリー・フランキーの TR2 ウェンズデーは水曜深夜2時からです。なんかさっきの感じバーだったね。ちょっとバーリューズバーな感じ。ここウオタミかよ。完全ウオタミじゃないですか。完全にウオタミ。完全ウオタミですよ。にぎやかな。わらわらかウオタミじゃないか、ここじゃ。もう確実に男3人でやってるじゃないですか、こっちはもう。メニュー全部頼んでも大した感銘になんないから。全部頼みたいぐらいの気持ち。やったんじゃないんですか、それ。やらなかったんですよ。だから伊集院さんでやろうって言ってたんですけど、平気で食べられるって言ったからつまんないからやめたんですよ。そっかそっか、うん、食べられるんじゃ面白くないもんね。面白くないですよね。ギリギリな感じがいいのよね。そうですよね。はい。というわけでですね、おっては、早速、はい。いいですか。あ、どうぞどうぞ。僕、早く、鎮活に行きたい。チンポに真珠って格言ありますよね。チンポに真珠っていうのは、はい、似合っているっていうことですか、ね、あんまり言うと多分書きづらくなる。ごめんなさい、メール送りづらくなる。今タバコ吸いながらちょっとね、はい、すみません。僕は出したいぐらいです。そんなに楽しみにしてるんですか。僕これは好きなんですよ。前みこすり反撃場っていう雑誌でやってたんですけども、そうなんですか、はい、そこにもやっぱり確実に3人いるんですよ、うまいこと言うやつが。あ、そうですか。いつもそいつばっかり乗ってんだ。そこも面白かった。亀やんとしんちゃんとなんとかっていう3人だった。その3人が復活するかもしれない。ね、聞いてないかな。お願いしますわ。はい。はい、お願いしますわ。というわけで、ほいではこちらのコーナー参りましょう。新しい決まりで、このところ、人気テレビが投げかれる大津。この大津も活性化させるべく。盛り上げること間違いなしの新しい決まり手を考案するコーナーでございます。そうですね。やっぱりどんどんやっぱり今の時代にマッチしていくことも存続っていうのはありますからね。やっぱりね、その伝統も大切ですけども、うん、少しずつ変えていくっていうこともあるんじゃないでしょうかね。新しいものがあってこその古いもの、はい、そうです、うまいこと言うね。知らないけどね、古いチンポがあって新しいチンポってことですよね。どっちがいいんですか。いや、わかんないんですけどね。なんか古いチンポに全然魅力を感じないですけどね。そうですね。新しいチンポを動かせるのは古いチンポじゃないだろうなんて吉田拓郎さんも昔ね、そうですよね、おっしゃってました。今ね、はい、今新しいチンポを動かせるのはね、そうですね。広島ホーク村の時代ですよね。はい、はい、広島出身ではないんですよね。違いますね。それでは早速参りましょう、はい、まずはこちら、ですね、ラジオネーム、ラジオネーム、ラジオネーム、杉作 J サブロー、多分本人じゃないですかね。ジェサブローってわざわざすることないじゃないですか。自分が本人にひねることないですからね。はい。の作品、決まり手、小堺。小堺。ああ、なるほどね。これはなんか意味深ですね。はい。立ち合いと同時に、はい、席替えと言ってサイコロを振り、土俵の周りを走り出す。はは。あっけに取られる相手力士、何が出るのかサイコロを気にしてる隙に張り倒す。なるほどね。いやいやいや。
俺おすましでショーで行くかなと思ったんだけど、むしろね、もうそうそう、なんか使ってました、コマ劇場のとこに。あ、そうですか。このシアター発表ですか。おすましでしょう。僕、あの、尊敬するイラストレーターの和田誠さん、はい、和田誠さん毎回ポスターやってるじゃないですか。見ましたよね、今度。見ました。今回の小坂さん、ちょっと顔違いますよね。違いますよね。僕も、でしょ？デイアフタートーンを見た時見たんですよ、ね。いつも描かれてる小坂井さんの顔と、ちょっと変わりましたね。変わりましたよね。和田誠さんの絵ね。なんか、タッチ変わりましたよね。変わったっていうような気がした。あの、松尾伴内さんの顔も、ちょっと変わりましたよね。変わりました。ちょっと変わった。ね。っていうことはご本人がお代わりになったから、和田さんはほら、うまいから、そっくりに書かれるから、ね、和田翔さんのお父さんですよ。そうですよ。うん、ね、トライセラトプスのお父さんですよ。うん、平野レミさんの旦那さんですよ。はい、いいですよ、もう。いろんなこと言いますけど、あんな、ハイライトのデザインした人ですから、和田真ハイライトの方ですよね。ハイライト。はい、あの、ほんで、自由党のマグムじゃないですか。いや、みたいなやつ。あれもそうですか。あれ、いや、もう、和田真さんですよ。ですね。週刊文春の表紙もね、今はもう、やられておらんですからね。はい。全然違う話にしますね。違う話、どんどん、はい。なんとかしようと思いますね。はい、続きまして、有限会社合体。うん。決まりって。ユートピア。だいたい読めたんですけどね。ゴム出てくるでしょ。相手力士のチンポを素早く掴み、2、3歩下がって一気に離す、うん。伸びたチンポの反動で相手を吹っ飛ばすという技。うん、なるほど。これはいい。これは。今日番組出だしから飛ばしたからね。もうやっぱ飛ばしてるの来るね。来るような感じやっぱりね。これいいよ。あ、なるほど。これだって持っていかなくていいんだもん。ゴムを。なるほど。なるほど、なるほど。今までのって、うん、サイコロとか持ってこなきゃいけないじゃん。ああ、なるほど。土俵に。はいはい。なかなかごめん。でも、それぐっと加えていくんでしょ？だんだん大きくなる場合ありますよ。それでビーンって張り飛ばされると、張り手っていうのが出ますよ。じゃ加えてまでいけないですよ。手ですか？素早く掴むんですよ。ユートピアさんは、口と口だったじゃないですか。そうですよね。口加えなきゃダメですよね。ね、普通は。これユートピアとつけるなら。ユートピアとつけるならね。はい、ジョーゴさんで言うならね。はい、うん。こうですよね。うん。これじゃあ、なんかラッキーボールみたいですね。そう、これラッキーボール。あの、江ノ島とかよくありますよね。ラッキーボール。引くだけだ、ね。あれラッキーボールって言うんですよ。ラッキーボール。スマートボールです。スマートボール。スマートボールって。あれ、あれなんで反対にガサガサガサって出てくるじゃないですか。ガラス割れそうな音してバラバラって出てくるのに割れないんですよね。あの感じスリルがギリギリのところが割れる感じが。あれが。ほんで、はじめなんか江ノ島の駅前のちょっと行ったところの参道みたいなところにありますよね。あの、スマートボールやってる。はじめ嬉しいんだけど、ザザザザって出て行った時に、もう帰ろうかなって思う時ないですか。あるある。何にもいいことないじゃないですか。やってて。時間潰しでしょ。しかもどんどん見えなくなるしさ。そうそう。真っ白になってるじゃないですか、下が。あんまり嬉しくない。これでよく監禁ないしね、あれ。汚いしね、玉はもう。汚いですよね、汚いですよね。でもあの感じがいいんでしょうね。そうなの。あのガラスがバリバリ言う。昔の台風シーズンだったらガラスバリバリ言ったじゃないですか。あれです、台風を思い出しますよ、いつもこう、スマートボール。そうだよね。ガラスに。当たりますからね、あの。雨の音ね。激しい雨が。はい。いいこと言いますね。今、詩人ですから。はい。はい。ラジオネーム、行きたくなっと。うん。なるほど。決め技、決め手の名前、うん、メコイズミ。俺好きだな、それな。初級だもんね。この館は今、錦戸っていうんですかね。錦戸でいいんですかね。錦戸さん。錦戸親方でよろしいんでしょうか。間違ってたらごめんなさい。そんな、はい、そんな何、フルネームとか本名を出してもいいんですね。はい、はい、大丈夫ですね。水戸泉が、うん、取り組み前に大量の塩をまくように。うん、あの人は、はい、あの、水戸出身なんですよね。はい、そうです。もうあの手首のとこまで乗っけてましたからね。塩。はい。塩をこうすくって。はぁ。手のひらだけじゃなくて、こう手首のこう、腕のとこまで乗っけてました。にがりですか、やっぱり。にがり出そうと。今流行ってるから、にがり出していこうかなっていうことですよね。取り組み前の土俵上で自分の女房に大量に塩を吹かせるあわら技。うんあ、ということで何土俵際に女房を用意しなきゃなんない場所ですか自分の女房。久保の千恵子さんみたいな、はい、久保園さん的なものを用意して、ピューって吹くんですか、はい、はい。この荒技の一番いいところでフィニッシュしてしまった相手力士は、戦意喪失すること間違いなし。ああ。確かに。なるほど。潮を吹いてるところを見せるんですね。そうですね。ショーですね。ショー。しかも、自分の女房ですからね。あ、この場合。そうか、さすがですね。そこを、やっぱり、外で調達してないとこがいい、男らしいわ。はい。はい、全部自分家でやっていくっていう、家内製紙工業な感じがいいですよね。メコイズミ。なるほどね。うん、やばいしょ。
どうなんですかね。いやいやこれはもうねやっぱりこう読めば読むほどアンデスさんの顔がもうエビス顔になってきてますよ。なんか元気出てきたな今日やっぱ。でなんで、はい、塩ってこの場合の塩は、はいはい、あれじゃないですか、水じゃないですか、液体ですよね。あれってピューって飛ぶんですから。知らないんですよ俺。あれ塩水ですよね。え、塩？塩水が出てんですか、あれ、なんか。あれ、塩水、あのさ、なんかこう、クジラの、はい、ピューって噴水みたいな、ああいう感じなんですよね。はいはい、あれは、おしっこじゃないんですか？ないとも言いますよね。言いますよね。言いますよね。何なんですか、あれ。でも、それ、塩、あの場合の塩はこの塩じゃないですよね。山水に、朝って書くような塩。ああ、そうだね、多分。渦塩の塩ですよね。潮吹きの方はね。そうですよね。久保園さんの方はそっちでしたよね。はい、そうですよね。まあ、いいんですけど、ね。まあ、いいんですけどね。あれもやっぱりにがりとかがいいんじゃないですか。やっぱ体に良かったりしてね。にがりがね。こう浴びたりとかしてね。でもその女房の塩をこう浴びて出てきてる方のが怖いけどね。すっごい。今時ね、もう女房っていう言葉だけがおかしいんだ、僕もさっきから。女房って。尿道みたいな。女房、乳房みたいなね。乳房みたいな。女房って言わない。今なんて言うんですかね。うちのサイ君も言わないですよ。サイ君も言わない。愛し恋し時代から言ってませんからね、うちのサイ君がね、って言ってましたよね。今は何を言うのが主流なんですか。山の神とかね。あ、それも言わなくなりましたね、山の神も。うちのチャンカーがっていうのもありますね。チャンカー。チャンカーありますね。あと、郵政省とかね。あ、郵政省。なんだっけ、大倉大臣。大倉大臣だ、大倉大臣だ。それは本当もまだちょんまげしてた時代のギャグですよね、大倉大臣のやつはね。これはその女房ってつけた段階で、なんかほら、女房を泣かすみたいな感じが出てくるんですよ。はいはい、落語家的な。はい、房だから家っていう意味ですよね、多分。宿坊、はい、の房みたいな。ね、あ、宿坊の房じゃないけど。多分房って、ふさね、そうですよね。はい、女の房なんですかね、何かね。はい、まあいいや。女房って。女房って思うよね。ラジオネームガッタの方。うん、決まり手、チェンジ。チェンジ、あー、なるほどね。相手力士が土俵に上がってくるなり。いきなりさ。はい。なんだよババアじゃねえかよ、話と違うから、チェンジ、チェンジ。ちょっと待ってください。男同士ですよ。はい。同じ人は土俵上がれないっつうじゃないですか。ババア上がってんすか。相手力士に交通費を要求され、渋々地下鉄の発電料金160円だけ握らせて、寄り切る強引な技。いいな、これ。この人ね、分かってるね。いろんなことが隅々まで。うぐいす団の隅々まで分かってるんですよ。僕もありました、こういうこと。そうね。え、交通費ってあんの？ですよ、交通費っていうかね。友達、そんな話していいんですよね、もう。もういいんですよ、ね。僕明日死ぬから、いいや。友達のね、ラブホ入ったんですよ。ほんで、呼ぼうっつって。流行った頃ですよ。一回呼んでみたいじゃないですか。大昔ですね。大昔、はい。もうほんと、ジュラキとかですよ、はい、僕が呼んだの。ね、恐竜とかうろうろ、丸山町うろうろしてた頃、ね。友達のとこね、来たんですよ。ほんで、俺、違う部屋、二部屋取って。はいはい、ね、二部屋です。もちろん、二部屋取って。ほんで、ちょっと覗いたんですよ。どうやって可愛く来てるんですよ。あららら。あ、ニコニコ、よく喋って、あ、やったーなんて思って、俺も、よーしと思って、90分だからなんて言われて、どうしようかなーと思って、じーっと部屋待ってたんですよ。コンコンって言うから、よしってなんて、パッと言うから、うわっていうやつが来たんですよ。ほんとね、うわーなんですよ。ものすごいんですよ。太ってらっしゃって。まずはね。うん。ほんで、単発なんですよ。あ、髪の毛が。あ、それはまずい。これきついでしょ。それはまずい。いやいやいや。うわー、太ってる人に潰されたいっていう人いるじゃないですか。圧迫死みたいなのが好きな人はいるけど、俺はちょっと。ダメですか。ほんで今まで僕は。でも好きじゃないですか。胸が大きい人。ポイントかの問題じゃないんですよ。髪の毛が、まあ、皆さんが思ってる きついっていうのを、まあ、一人一人想像してくださいな。はいはい、それですよ。はい、うわっと思った、はい、でも、俺、チェンジって英語が言えないタイプだから。はいはい、もう入れちゃったんですよ。部屋の中で。入った。もうしょうがないじゃないですか。ほんで、俺、心の中で、チェンジって言ってんだけど、はぁって言って、チェンジとか言ってんだけど、もう、しょうがないから、で、90分ですよ。これどうしようかと。今までハッピー90分の、アンハッピー90分なんだ。あ、俺ちょっと振られていいかなって言ったでしょ。はい、頭洗おうと思ってしっかり。あ、僕。もうね。だから入りますよなんて言うから、あ、いい。僕一人で入る。嘘かーって。後でシャワー浴びればいいじゃないですかって言ったら僕。で、頭、お風呂入って、入れて、自分で頭必死で洗って、リンスもパン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 でつけて。ほんで、それでも時間持ってないわけですよ。どうしよう、どうしようと思って。ほんで、とりあえず上がってきて。ほんで、ベッドに嫌がるんですよ、もう。それは言いますよ、ほら、仕事だもんだって。うわぁ、ちょっとなぁと思ったんですよ。でも、よし、と、電気消せ上がんないよ、と思って。
やるよ。おい、俺だって大人ですよ。兄もやるね。電気消した上にサングラスだったでしょ。その頃はね、ボストン型のアラベちゃんみたいなのがいる。まだ80年代だから、新人類の格好してたから。しょうがないなと思って。ほんで、ベッド、ちょっとね、薄らがりしたんだけど、やっぱりどっかで光漏れててね、見えるんですよ。全体的に。で、これはいかんと思って、うん。バックでお願いしますって言って、バックで。僕バック好きだからって、はい、もう言った。ほわっとね、サメ肌、サメ肌文字ですよ、もう。出たね。ガサガサなんだ。びっくりした。俺初めて触った。うわ、これはちょっと、もう、くびれもん、ゼロですからね。くびれなしで。うわーと思って、こういう時はフェラだって僕思った。え、バックをやめちゃったんですか？バックやめた。バックはきついもん。これはフェラだったら見えないと思って、僕、布団に沈んでもらえばいいと思ったんだ。だったら、私フェラ嫌いだからって言われたんですよ。あらららお前に何だよ、お前。こっちはチェンジって言ってないのに、おめえがチェンジかよって感じじゃないですか。ええー、と思って。で、あ、どうしよう、どうしよう。もうその時点でまだ1時間何分ありますからね。あ、俺ごめん、ちょっと今日眠たいんだと。疲れてる。急に。もう、フェラ中断から、もういいって、俺も男だ。俺も男だ、森田健作だ。俺も出たと。もう俺も怒ったと、うん。俺寝る。ちょっと今日もう寝たいから、ったら、うん。でも料金は取れますよ、って言うから。そう思いながら、寝てたら、ショックだじゃん。うん、思ったら、受付とかその電話使ってさ、あの、お客さん寝ちゃうんだった、寝ちゃいましたけど、いいんですかなんて言ってですよ、うんうん。でもお金売ってるのもらえますから、なんか言って。いやもうずーっと1時間たぬけないでその帰らないかなと思ってあーと思いながらもたぬけないでって思ったらねその子帰ったやっと帰ったはーと思って友達とあの飲み屋行こうって約束してたのどうだったみたいなどうだったって悔しいじゃん相手は可愛い子だと思う見てるもん俺最高俺最高と俺最高だったって言って家帰ったこの思い出ないだけど偉いやっぱり ね、チェンジを言えない人間ってね、いか、やっぱりね、イエス、ノーと言える日本にならないとダメだ。そうですね。うん、チェンジは言えるよ。言えないとダメだ。でも良くなってきましたね。よくできた。もうチェンジっていう言葉があるからね。はい、もう今日乗ってるからもう何でも言うよ、もう風俗話をね。俺も、なさる石井コーナーやっちゃうよ。俺のなさる石井コーナー。やっちゃうよ、もう。新しいね。出たね。待ってよ、もう。交通費っていうのはいるんですか？だからこの人チェンジ言っちゃったからもう帰らなきゃなんないから。その分は取りたいんですよ。その人の交通費は払うんですか、うん、来た分ね、払えって言われたんでしょ。僕はもうすっかり全部使用料は払われましたから。そうなんだ。はい。だから言われたんでしょ。もうディティール細かいわ。さすがだわ。ああ、やるやる。というわけで、一応決まりでチェンジで終わりでございます。はい、はい、ありがとうございました。いい決まりでありましたね。いい決まりでしたね、はい。どんどん溜まってきてますからね。はい、曲行きましょうか。ああ、曲行きましょうか。いいですか。あ、曲行きましょうか。もう行きましょう。はい、行きましょう。はい、いいです。なんかこれね、あれなんですよ。ラサールコーナーでもいいです。いいです、いいです。もうそんなに大きく出た割にはそんなにないんですよ。小さい鼻くそみたいな話ばっかりなんですけど、まあ、あれなんですけど。はい、伊集院さんがなんか選曲した、おバカよっていう CD 出たのを送ってきた。僕、ジャケット書いたんで。はいはいはい、これはもう、ビシッと宣伝しといてあげて。おバカよって言うんですか？おバカな歌謡曲ね。おバカな歌謡曲。伊集院さんがやってるラジオで、こう盛り上がってるやつ、ね。僕、このね、今日書けるやつはね、パパはメキシコ人っていう。あっジャケット見たことある。ジャケット、もう、ソンブレロかぶった、はい、ドン・カミヤさんっていう人がね、はいはいはい、店やってるんですよ。そこの息子さんが歌ってるんですよ。うちのパパはメキシコ人によく似てる、オーレーっていう曲なんですけども、俺、このレコードを、ある時買ったんですよ。もう、ずいぶん前ですよ。もう20年ぐらい前。で、買った時に、って思ったんですよ。またそれを同時期に根本隆っていう、僕の友達なんですけど、漫画家の根本さんっていうのがいて、その人も買ってたんですよ、同時に。うんうん、で、あの人は、ディープな歌謡曲を集めてるわけですよ、本当のディープなね。僕は、一発当たったんだけど、その後、鳴かず飛ばずな、有名なんだけど、鳴かず飛ばずなっていく様が好きなんですよ、俺。切ない的な。で、あの人はディープじゃないですか。僕はセンチメンタルの人です。ほんで、ある日、どっかで会って、根本さんの領域を僕を犯すのは嫌だから。うんうん、で、根本さんもそう言うんですよ。うんうん、僕も、この間あれ見つけたんだけど、うんうん、レコード持ってるとか言ってくれてたんですよ。で、俺も、あれ持ってますかとか言ってたんだけど、折衷案を決めようと。
うん、ディープで切なくてトンマだっていう真ん中のとこ、うんうん、ここをボーダーにして、これよりディープなのを根本さんが集める、これよりバカなのは俺が集めるってことで、その間のボーダーに立ったのが、うんうん、パパはメキシコ人っていうレベルだったんですよ。記念すべきボーダー。あ、そうなんだ、うん、バカでディープなんですよね、これ一番ね、あの中では、あ、うん、バカパクみたいな、ああいう、そうですね、ああいうラインのところに こっちがトンマ、こっちがディープっていう、やっぱちょうど境だった、その頃ね、20年ぐらい前はね。でまあ後にまあそういうディープなあの変なレコード流行りましたけども、うん、そうやって取り決めをしてた時代があったんですよね、昔は。このレコードに限っては、両者が、両者がコレクションの中に入ってると。せーので、なんでボーダー引くって言ったら、パパはメキシコ人って、やっぱりね、つって決まった折衷案を今日は弾いてもらおうと思います。はい、神谷勝也さんっていうのは息子さんです。ドン神谷さんは、店の親父なんですけども、あの、どっかの店の親父なんです。僕これ LP も当時手に入れたんですけども、まあ今日はシングル版の方で、パパはメキシコ人聞いてください。足が短いはタヌキだとか言ってんのがメキシコ人だっていう差別だね、これ。メキシコ人差別をしてるから謝れっていうとこなんですよね。そうです、はい、謝れっていうことですね。そうですね、はい、そういうことでした。いやでもパパだから、そうですね、でパパが無理やり子供に言わしてるわけですよ。僕は一番好きだとか、ものすごいことだと思いますよ、これ。強制ですからね。じゃあね、うん、まあそういうことでね、あの親子の愛情を図っていくわけですよ。そうですね、もうこの子供ももうものすごい大人だと思いますよ。そうでしょ、何年前のですか。わかんない、
もう僕らぐらいだと思いますよ。はい、はい、そういうことです。もう、はい、です。パパ、歴史ごち。それでは早速次のコーナー、次のコーナー行っちゃっていいですか。どうぞ。想像シネマ見るならこれでしょ。はい。今日はですね、海猿。海猿。はい。なんか潜ってた。なんか予告編では。なんかどっか海だった。海に。海な感じだった。うん。猿は出てくるんですか。海猿ってもうシーモンキーっていう意味だからね。あの例のちっちゃいの。ミジンコみたいなやつ。あんなんで、昔のシーモンキーの絵は、猿がこう腰掛けてなんかパイプ吸ってたような絵だったでしょ。いつなるんだろうと思ったら、単なるエビみたいなやつだったね、あれ。いつもなんか水槽変えてやろうと思って変えたら、ザー流られちゃって、もう全員いないくなっちゃったりね、あのエビみたいなやつね。はい、楽しみにしてたのにね。はい。はい、というわけで、海猿、早速来ております。ラジオネームカニボーラさんから教えてもらいましょう。はい、想像してま不思議なキノコに目がない伊藤英明が、幻のキノコを探し求める青春映画。そのキノコはプロゴルファー猿として名高い宮里藍が演じる海に住むゴリラが持っている。ゴルフ対決で宮里にホールインしなければキノコのありかはわからない。幻のキノコを手に入れ、伊藤英明はさらなる不思議ワールドへダイブできるのか。なるほどね。割とマリオみたいな話ですか。キノコとか取っていくわけですか。はい、ちょっとイメージと違いますね。違いますよね。海猿っていう感じのね。このキノコってね、はい、あれですよ。あのタイとかよくありますよ。平気で。平気でこう出すとかあるじゃないですか。はい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 。平気で叩いて飲んじゃいましたよ。俺も。すっごいことになりますよ。クラクラして。もうびっくりしました。本当寒い島っていう島で。オムレツとスープ飲まされちゃって、美味しかった。グイグイ飲んだらもうバイク。美味しいの。美味しかったですね。でもダメですよ。日本は。日本はダメですよ、ね。一応ダメでしょ。ダメになったんですね。ダメでしょ。はい、全くダメになったんですよね。そうですよね。はい、全くダメなんです。全くダメですよ、そんなこと。はい。はい、僕の話はジュラ紀の話だから。わかりました。ジュラ紀ですよ、まだ。ひどい目にあったという話でございますからね。僕はもう手術までしましたから、それ。はい。はい、はい、どうぞ。怪我しちゃったんですね。怪我したんですよ、バイクでこけて。はい。ラジオネームガッタロガさんって。はい。ミズアルの本当のことを教えてもらいましょう。伝説的な孫悟空の演技で一世を風靡した堺雅章主演のクッキングバラエティ、アウトドア料理という設定で海に出かけるも、材料をなくしてしまい、焦りまくる町明の前に、木村一組花が立ちはじく裸に、巨匠私の極上アワビでよければどうぞ使ってください。なるほど。おもむろに顔面騎乗、町明はじっとご顔を見つめて一言、穴三つです。同時に三つですからだね。残念だから。同時上映マチャーキー海を出す。もうよろしく。あのね、顔面騎乗って別に食ってるわけじゃないですか。そうそうそう、アワビ。まあ言えば見てるぐらいな感じですか。あれは見えないでしょ。はい、そうですよね。多分。あれ食べてなくなったってことは見たことないですよ。アワビは私なくなっちゃったのっていうのはないですからね。穴三つですすごいねこれは、ね、やっぱりね、そんなことないぞと、はい、ラジオネームタスクニクバーさん来ておりますんで、想像しねばアニマル警団いいですよね。お猿アニマル警団ね。警団とお猿のチンコから海が出たんですか。お猿のチンコ、はい、おかん大変じゃないですか。おかんと二人組んでるのよ。おかんも出るじゃないですか。それおかんとやってったらどうしましょう。やだぜ、そっちの方、はい、昨日、面白半分で木の幹に挿入したことを激しく後悔するおさ、一方その頃、相方のコアラは、三原純子に願者をかましていた。以上。っていうことは何、強烈ライブみたいに半分に画面が分かれてて、右と左のコアラ&お猿の子が出るんですかね。マルチスクリーンみたいな、ね、マルチスクリーンみたいに出るんですかね、はいはい、同時上映じゃないですか。その時やっぱり、はい、半分割ってもらって8でいいからおかんのやつも入れてほしいなお猿さんのおかん俺ね、普通関西人って、
おかんを出されるのって罰ゲームなんですよ、普通は。ルール違反なんですよ、あれ。はいはいはい、普通、あの、なんか喋ってたらいきなりおかんが出てきて、うん、うわー言って困ったりするんだけど、この間、ちょっと前にテレビ見てたら、おかんとおさらさん一緒に旅行行った番組で、一緒に親孝行してたからね。はい、それ、お笑いじゃないんじゃないかなと思ったんだけどね。うん、それは普通じゃないかなと。あ、そんでいいんですかね。普通にそれはしてるんじゃないですか。あの子、難面性も見せてんじゃないですかね。なるほど。タレントとして。おかん、あ、タレント。と、芸人として。芸人。として、あと普通。親、息子、あの恋人、はい。みたいな。恋人。恋人はないんですかね。おさるさんはね、あれですよ。あの、部屋を、床に物を置く人はダメだって言ってたんですよ。床に物を置く人は生理マニアじゃないって言ってた。もう今もう、これ床にガンガン置いてるよ今。うちの事務所もね、床に物がいっぱい置いてあるんですよ。でとりあえず、こう、机に置いてるやつを人が来たらザッと脱げてるだけで、ちょっとずつ移動してるだけで、下に物を置くのはね、あの、ちゃんと部屋をきれいにする。ここ心意気がないみたいなことをテレビでおっしゃってた。確かに。はい。来週、メレンゲの気持ちっていうので、うちの事務所に来られます。おさるさん、はい。もう全部あげときますんで。あ、全部下の方、もう上の方に、ね。全部あげときますから、うん。いや、むしろ全部下げといてくださいよ、もう。全部床に置いといてくださいよ。はい。わかりました。あ、あの、あれですか、あの、カツラかぶってくるんですか。そうよ、あの、探偵の物語のあの格好してる、あのやつでしょ、あのコーナーでしょ。優作な格好してるやつ、ね。はい。多分そうだと思いますわ。ラジオネーム、ムーケランジェロさん。そのシネマ。猿顔でおなじみのガッツ石松が。おなじみっていうわけではないと思うけどね。まあいいや。己のバナナの皮を剥きすぎて、産んでくるという映画。果たして、ガッツのバナナは再び立ち上がるのか。以上、海の猿でした。ガッツガッツビバガッツだねこれ。ああね。いいですね。いいなこれ。ガッツ石松さんが賢いんじゃないかとすら最高昨今思うね。ひょっとしてひょっとしてね。わざと OK 牧場とか言ってみたりして、はい、油断かましたりしてんじゃないかって、はい、ちょっと、はい、あれは多分着ぐるみだと思うんで中に誰かが入ってて、うんうん、言ってるような気がするけどね。何かありそうな気配がしてる。うん、前高円寺にガッツ寿司っていうのがあったんですよ。うんうん、ガッツさんが多分出してたと思う。うんうん、はいはい、ほんでたまにガッツさんも握ってるなんて言われて、うんうん、絶対行きたくないなと思ったの。そんなそんなさ、グローブ脱いだってで握ってちょっとなと思って、そこでもいっぺんに握ってるかもしれない。うん、そこね、一回前通ったことあるんですよ。で写真も撮ったんですけど、あのガラス窓があって、ガラス叩くなって書いてあるんですよ。張り紙で、それもね、危険、混ぜるな危険みたいにね、なんか客に対して偉そうなんですよ。ガラス叩くなって、でもそこぐらいまで言われるぐらい覗いて、あ、ガッツいるってガーンって叩いてるのか。そうだよ、あの水槽と同じだよ。あの動物園とかって書いてあって、ガラス叩くなって書いてあった。本当、ガラス叩くな。言われると怖いもんね。怖いですね。どうしましょうか。今日は。今日は、はい、あの豪華に景品もありますし。そうですよね。この誰かに当たったっていうことに言った方がいいんでしょうか。言った方がいいんじゃないですか。今日はあれじゃないですか。海猿はほら、あの T シャツ書かなきゃいけないから。あ、そうか。はい。このコーナーだけは決まってるんです。なるほどね。そうっすね。ないやつですね。こうイメージの悪いやつにしてください。なるほどね。やりますよ、もう。いつもの人たちじゃないですか。いや、嬉しいですけどね。もう本当嬉しいですけど。そういう意味でね。いっぱい嫌な T シャツ着てるのかわいそうだなと思ってさ、そういう人にはこれ、こう、ワッペンをあげればいいじゃないですか。そうだよ、ワッペンあげよう。あ、じゃあ今日は、あの、海猿はなしですか？海猿イラスト。海猿イラストはなしで。はい。違う。関係ないことを送った人に海猿の T シャツが行くようにしといて。はい。はい。じゃあもう、よく出してくるガッタ野方さんに、はい、ついに勝手に観光協会のメンバーになってもらえますか？ガッタ野方さんに。はい。どうぞどうぞ。伝説的な。はい。孫悟空のイメージでした。はい。あ、私のアワビでよければ。はい。なるほどね。まあ、極上ですからね。はい。はい、極上と言われたら、もうそれは排除してもらうしかありません。はい。というわけで、はい、ガッタ野方さんです。来週は、来週はね、あれしましょうか。何しましょうか。天国の本屋。そろそろやっとかないと、まっちゃんのやつ。おいおいおい、松下敦史。おいおい、元ブロンソンズ担当編集者。はい。それと、電通か博報堂か忘れた、人ね、二人で組んで、コンビで組む田中さんっていう人だった。はいはい。二人で組んでベストセラーですわ。やった。出てました。
映画化になってね、天国の本屋と小指っていう、これも違う話らしいんですけど、合体させた映画ね、今ユーミンが曲歌ったりしてるんですよ。でまたこの天国の本屋っていうのがね、こうどんな映画なのかっていうのは、僕券もらいましたんで、見に行く前に皆さんからどんな映画なのかっていうのをこう想像してもらおうかな。公開前にね。はい。はい。まあ、一応、まちゃん宣伝してたからね。はい。まちゃんも結構ね、売れ売れだから。はい。頑張ってもらおう。というわけで、うん、来週の想像シネマ見るならこれでしょは、うん、天国の本屋。今夜、小指。はい、うん。よろしくお願いします。というわけで、はい、ここでコマーシャルです。はい。はい。PR2!J-Wave! いい感じじゃないですか。はいはい。僕はチンポの話してたらもう時間が経っちゃう。そうでしょ。ね。どんどん行きましょうかね。チンポの過ぎゆくままなんてね、昔からいい言葉があるじゃないですか。ありますね。ジュリーも歌ってましたね。はい、そう、ジュリーも歌ってた。ハンフリー・ボガードの映画でね、カサブランカっていう映画で。カサブランカ、ね、そうそう、カサガブランと違うっていうね。はい、どうぞ。では、次続いてのコーナー。シーズン入ってます、はい、早くチンポ行かないかな、早く。もう、淡々と行きましょうか。はい、はい。CG じゃないって、はい、もう現実か CG か、あの三浦兄が答えてくれます、はい、ラジオネームハートインハートさんになります、今月の1月私のお店に来て65分コースで一発抜いていかれたラサール石井さんは CG でしょうか。告発ですね。それは CG じゃなくて告発ってやつで、ね、はい、違うと思う。これラサールのコーナーですからね。あ、ラサールさんのコーナーね。はいはいはい。新しい始まりました。はい。この方やってらっしゃるんだ。偉い。はい、偉いですね。ラジオネームアナルトゥヘブンさん来ております。じゃあ言ってば、おしっこしているときくしゃみすると一瞬尿が勢いよく出るのは CG ですか？ああ、それは道理です。道理。道理。道理。物の道理ですから。道理ですか。はい、道理です。それは何ですか。ポンプみたいな。やっぱり勢い、勢いですからね。あ、はい、なるほど、ね。ノット出る。ブーンと出ちゃうんですね。はい。わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。おしっこで強弱つけることできますでしょ。できます、できます。僕もすごい強弱つけるんですけど、僕ほらやっぱりメロディアスな生活をしてるから、おしっこでも単調にザーッと流すの嫌ですよね。たまにクッククッククッジャージャージャージュズジャジャーズジャジャーズ。俺ほらズージャー好きだ。ズージャー好きだから。全然好きじゃないから。あそこのこういう受ける何ですか、はい、穴。あ、ありますね。はい。穴に対してあそこで音出したりとかしますよね。ズーで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 ズーってありますよね。ありますね。嬉しいですよね。結構面白いですよね。あのちょっとなんかカスがついてるの取ったりするのも楽しいですよね。あれいろいろは楽しみがありますね。埼玉スタジアムちょっとインド戦見に行ったの、はいはい、トイレ入ったんですよ、はい、そしたら子供がちっちゃい子ですよ、はい、もうやっとこうあの自分一人でおしっこできるぐらいな子が来たんですよ、目線がほぼ俺の本当に股間ぐらいなんですよ、はいはい、もう、はい、そいつ、はい、ずーっとしっこしてる間俺のチンコばっかり見てんだよね。もうすっげえ恥ずかしくなってさ。背の高さだからそれが顔だと思ってるのね、あんたさんの。どうもね。変わった顔の人だな。頭が小さいなーって。じーっと見てるんだ。俺の顔は見ないのよ。はあ、ずーっと。だって目線がそこですもんね。そう。こんな友達幼稚園にいねえなーって思いながら。なんだこれ。頭小さいな。下のブランクしてるのはな。これ鶏みたいになってるのなんだろう。すっごい。鳥だと思ったんじゃないかな。鶏だと。俺初めてかな。生まれて初めてぐらいじっと見られた。それだったらそっちもパッと向けてればよかったじゃん、それ。うん、ザーッと開けてる。どうしようかなと思ったの。うんうん、でも、これお父さんがいるかもしれないじゃん。はいはいはい。お父さんがいて、お父さんにこうやってチンコ振ったりとかして、うん、笑かそうかなと思ったんだけど、うん、ちょっとそれをしたら、お父さんが、やめてくださいって言うと。ちょっとかけて、ナマステって言いながら、ちょっと、ナマステなんて言うのどうですか。いいですね。ナマステ。すいません。ラジオでも、オクラの、の、のりゆき。うん。CG じゃないと、うん、借りたアルダダルアダルトビデオが借りたアルダダルトビデオが、はい、数年前の作品で、うん、抜きどろころのシーンになると、うん、画像が乱れるのは、ね、何百人のザーメンが作った歴史的 CG でしょうか。そうですね、よく宇宙とか行く時も、うん、今あツサッて入るじゃないですか、重要な部分消してあるんですよね、あれね。あ、やっぱり本当はケネディを暗殺したのはとか言ってるんですよ、ツサッて。あの、ちょっと例え違ったんですけどね。全然違う。あ、この間なんか、はい、テレビ番組で、はい、テレビはどうしたんですか。
あの中村さんにとか出てて、バイブ売ってる女の人が出てるのがあったんですよ。はい、NHK じゃないですか。NHK ですか。中村うさぎさんで、あ、ジュニチャンネルの方かな、それ。あ、俺 NHK も出てるから、あの人。あれ、うん、あれすごいですね。あの放蕩してる人でしょ。お金使う人でしょ。うん、あれチンコっていうところが。おっさんの声だもんね、あの人。うん、この長村さんですって隣にいる人もすごいじゃないですか。強烈すごくメガネの。あの番組絶対出たくないよね。うん、俺もあの番組と喋り場だけは絶対出たくないわ。本当、うん？いいじゃないですか。怖いじゃないですか。言ってくださいよ、お願いしますよ。もうあんな60年代のゴールデン街みたいな状態じゃないですか。今まで呼ばれて断ったことないじゃないですか。いや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 、断ってんのもたまにありますよ、これ。俺だって断りますよ。ずいぶん断ってんの知ってますよ。断ってますよ。はい。もう本当にもうあもうこれで CG はやめろと。はい、もうやめろってことですね。はい。わ、はい、かりました。次の。それで次のコーナー参りましょうか。CG 行くね。楽しいね。ハンバーグ選手権。なるほどな。ちょっと、ですね。続いて。オーのコーナーですよね。このオーが。なんかこのコーナーになるとね、なんか、野末陳平と、あの、立川男子がやってる番組みんな気になるんだよね、なんか。じじいが何言ってんだ、みたいな感じになっちゃう時もあるけどね。小沢昭一みたいな。小沢昭一はいないんですよ。沢田隆二先生もおられましたね、あの番組。なんか、なんだかいう番組ですわ。今度それを勉強して頑張る。はい、お願いします。おラジオネーム。ごめん。ジョン・ボビー。ジョンボビジョンボビだよ、うん、ジョンボビが来てます、うん、高校生の頃、うん、パソコンの授業の時エロサイトに繋ごうとしたら規制がかかってていけず、うん、腹が立ったのでパソコンの壁紙をケミストリーのヒゲのやつに設定してやりました、うんうん、悪だヒゲのやつっていうことは道賃じゃない方か。そうですね、道賃じゃない方だな、はい、もう道賃じゃないっていうことしかわからないから、ね、もう、うん、道賃道賃か道賃じゃないかでしょ。そうです、日本は基本は、もう今は基本は安西さんは道賃じゃないもんね、じゃない、これでもう間違いないよね、道賃じゃないってないってことだよね、はい、分かった。ラジオネーム L さん、本割りボタン式ドアの電車を降りるときに、うん、割るとこうやって押してですね、はい、ドアを挟んで向こう側に女の子がいたので、うん、私がボタンを押し、うん、ドアを開けて、ええ、あれじゃん、女の子が挟まるように閉じるボタンを押しました。ひどいねそれ、挟まった声を聞きたいから本当の悪だねそれこれはいかん挟まった声が聞きたかったんだって。でもほらコミュニケーション、ね、悪っていうのはそういうそうやってコミュニケーション取るんじゃないですか。本当の悪だね、まあ、兄貴もそうじゃないですか、はい、俺もあのガーンってマタンとか挟んでやるからね。何をよ。ちょっと吸えた匂い。何をよ。またあの金玉と足の付け根のとこって2、3回人差し指でクックってこすると、はいはい、いい匂いする。いい匂いする。落ち着く匂いになる。ああ何か俺は海から来たんだっていうほら人間の誕生を思い出す匂いするよね。あれ。俺ってやっぱりなんか猿が進化したんだなって思うよね。あそこ洗っても洗ってもするね。する。ね、あれはあ、わかんない。洗ったらしないんじゃないの？洗った時はね、ちょっとしないんだけど、うん、ちょっとしたらまたするんだ。あ、本当？と本当もうなんか火でもつくんじゃないかなと思うぐらい擦ってんだけど、うん、懐かしいなんかね、海から来たんだっていう感じすんね。自分がニモだった感じがする。なんか、うん、あの舞台で上がる前にとかさ、うん、人を飲むとか言うけど、ああ言うね、それよりもあの匂いの方がいいよね。いいね絶対落ち着くよね。あれの方が絶対落ち着くわ、本当に。ラジオネーム、タチバックストリートボーイズ。あら。よきでした。わし、ある会社のお客様センターで働いとるんじゃな。うん、お客様センターか。先週、30代くらいの女性から、取説の問い合わせあっての、A さんびっしり書いたマニュアルの説明しよったんじゃが、途中で相手が反応がなくなってもうた、うん、お客様と問いかけたら、うん、と声が聞こえた後に声が聞こえてるだろって、うん、男の声が聞こえたんじゃ、うん、それから喘ぎがエスカレートして説明の終盤あたりで、うん、行く行っちゃうって女の声を最後に、うん、何も聞こえんくなったわ、うんうん、最後にお客様ご理解いただけましたかと言うと、うんうん、男がありがとうと言って切り寄った、はあ、わし1年以上セックスしとらんかったからその後仕事中チンポ立ちっぱなしやった、はあ、休み時間もぜひから立てんやった、はあ、わしのチンポ悪じゃろもうカツアゲの方だけどねカツアゲされてるじゃんそうだね、うん、されてる方だって、ね、でもねこんな話ってさ、うん、絶対嘘だと思うじゃないですか、でもね、俺が読んでるニャンツークラブではあるね。
あのね、女にね、その写真見るとね、インカムつけさせてんだ。もう口のところマイクついてるわけ。もうほんで電話させて喋らせてバーンやっとるんや。あ、これはほんまやと僕思ったわ。僕言うのも変やけど、わし思ったわ。インカムかい思ったわ。ですか。ハワード・ジョーンズ以来見たことあらへんやろ。インカムはハワード・ジョーンズ。インカムやんか。顔のでっかいアーティストや。もうちょっといいなったけど。インカムつけてこういうとこにいたずら電話さしてヒーヒー言わして喜んどる男おるっちゅうやないか。ビビったわそれは。あるらしいよね。やっとんじゃ。わざとこういうところにかけとるらしいよ。ね、かけとるらしい。ああ。取説明さんいっぱい説明して説明させてのええんやろね。有限会社合杯さん来ました。5年ぐらい前からなんだ。射程の秋田と月島のもんじゃ行った時のことじゃ。あ、じゃあまずいな。月島っていう名前やな、はい、あの場所の名前。秋田は友達の名前か、はい、射程か。射程の秋田。あ、射程の秋田ね、はい、月島のもんじゃ。もんじゃ食いに行った、はい、おう。その頃わしら店の便所でクソしても長さん同好会を結成してたんだ。長さん同好会か。もちろんその店でも。岡さん証券みたいな感じだな。女は岡さん証券みたいな感じかな。じゃあ、そうやろな。和式便所にクソ二つ山積みにしとった。お客はわしらしかおらんかったけ。問題ない思うとったら。客で小倉の区の山本さんとココリコの遠藤さんが入ってきたんじゃ。なんでそこだけ3ついとんねん。悪やのに。遠藤さんすぐ便所行った。お遠藤さん苦い顔して出てきた。おわしら笑いこらえるの必死じゃった。あるじゃろ。お笑いで商売を営んでるやつを笑かすってめちゃ悪いやないか、それ。奪って一挙るやないか。もうどう考えても、そこにいるやつか店のやつしかいない。いない。そんな、便器でもんじゃやりっけ、とりあえずないな。しかも、この人たち、二人でやったのか、二つ。ダブルか。すごいね。それはすごいね。すごいね、この同好会。これは安西さんとも付き合い長いけどやったことないね。やったことない。二人で同時クソはないね。いや、これはないね。ちょっとうんこ見られるの恥ずかしいわ。いや、俺も。あのチンコの方がまだいいや。いいよね。うん、まだいいや。レベルあるよね。あるよ。チン、うんこはやだな。ちょっと俺も恥ずかしいんです。竿。そう、玉より竿のまだいいかな。玉より、あ、そうだね。玉見られるの最近ね、ちょっと伸びてきちゃってる。ほんとたるんでんなと思ってんだけど、だんだんほらね、年取ってくるとね、伸びてくるからね。伸びてるのが見られるのは本当に好きな人だけにしたいな。だよな。もう曲いけって。あ、そうか。何ですか。来日する風ではないザ風の、曲が聴きたくなったので、はい、サマータイムブルースを聴いてください。Better song, 81.3 J-Wave.
はい、それではお待たせの、はい、コーナー、やったやっと来ましたよ。あ、やってきた。楽しみしてんだこれ。たくさんメール来てます。はい、もう今日はレッティングなんだっけなんとかっていうやつで、チンポをたくさん言ってくれって、まあ、ジェイムスに言われてますんで、言えば言うほどいいって言われたんだ、今日。もうがっかりしてるよ、みんなも。言えば言うほど上がっていくんだって。チンポが。うん。チンポが上がってくるんだよ。チンポ上げてた。俺は新コーナー参りましょう。はい、チンポ変革活用。はい、やった。進化し。やった。早速来てるんです。ラジオネーム、ムケランジェロラン。あ、ムケランジェロラン。格言ですか？はい。活用の方ですか？はい。活用でございます。活用です。あ、格言ですか？格言ですか？はい。飼い犬に、チンポを噛まれる。あるあるある。あるね。そういうことよくありますか。どういう意味なんですか、これ。新しい感覚を見つけた時に使う言葉。うん。飼い犬にチンポを噛まれる。新しい快感。あはぁ。新しい快感を見つけた時に。あ、そういう意味だったんですか？違うと思ったな。いつも、こう慣れ親しんだ人にいきなりチンポを噛まれるっていうことは油断してはいけないっていうことでしょ、やっぱ。そうか。いきなり噛まれることだってあるぞっていう。いきなり口に入れるなと。そうですね。いうことですかね。噛んでくる場合あるから。あの、しゃぶってもらうだけじゃないぞっていう。ほら、男ってね、油断しがちですよ。もう本当に腰に手当てて、仁王立ちしてやるけど、いつ噛んでくるか分かりませんよ。だからこんな油断して愛だとか言ってるけど、いきなり噛まれることだってある。人生にはそういうことがたくさんあるんだっていうことですよね。だと僕は思います。どっちかというとそっちの方に賛同しますね。はい。新しい快感。そういうことだと思います、多分僕は。はい。噛まれすぎですよね。噛まれすぎです。はい。はい。甘噛みじゃないですからね。甘噛みじゃないですよ。はい。続きまして、みかん箱さんから来ております。はい、格言。奥歯に、チンポが挟まったような。言い方すると、こうありますよね。あります、あります。ありますね。はい、どういう意味なんですか？長くても細いものは意外な落とし穴にはまるという意味です。なるほどね。なるほどね。長くても、細いものは、意外な落とし穴にはまってしまう。長くても、細いものは。細いものこれはあんまり人生で例えないです。はい。長くても、細いものっていうところはわかんないです。はい。人生は長い。はい。人生は長いけども、細いかもしれないってことです。だから長く、短くても太く生きろということじゃないでしょうかね。なるほどね。それが、はい。それだったら、短く生きろ。太くいけろでいいのに、わざわざチンポが口に挟まったみたいなことを言う。そうですね。って言うんですか？奥までチンポが挟まったような。まあ言い方するし、まあ、こんにちはみたいな人でしょ。そうですね。一口未熟ですね。あんまなんでやる。はい、そうですね。はい。なるほどね。難しいですね。やっぱ、こじ実物は難しいもんですね。ラジオネーム、A6 スケベーさん、来ております。チンポは嫁に食わすな。ああ、ありますね。これは、まあ、本当昔の言葉ですね、これはね。今はあんま言わなくなりましたね、これ。うちの親父ぐらいまでですよ。あ、そうですか。ギリギリよく言ってました。チンポは食べるものではなく、舐めるものであるということです。なるほど、なるほど。これはよくわかりますよね。あ、なるほど。何でもね、小さい頃教え込まれたこと、これはありますよね。口に入れたもんは全部食べ物だと思いがちなんですよ。そうなんですよ。よくソフトビニールの怪獣の、おもちゃとかにもね、食べ物ではありません。あ、書いてあります。何歳以上とか書くでしょ。はい、そのことですね。そうですね。すべて口に入るものが食べるものだと思うなっていうことですよね。そうですね。だからあれですよね。道で草食ってる人とかいるじゃないですか。あれも食えない毒草もありますからね。注意しろっていうこと。危ないものもありますんで。岡本注意しろっていうことでしょ。ね。ね。信人さんね。信人さん注意しないと。これはもう岡本信人さんに言ってあげなきゃ。チンポは嫁に食わすなってことです。これは信人さんにぜひ言ってあげないと。ぜひ言ってあげないと。もう危ない。はい。ラジオでもムケランジェロさんも来ておりましたよ。出るチンポは撃たれる。ああ、よくありますよね。これ本当にありました。僕、デビューして24年ぐらいになりますよ。そうですか。もう出れば出たら撃たれてきました。やっぱり、今まで。撃たれて。散々な思い。散々な思い。はい。どういう意味なんですか？勃起したチンポは挿入するしかないという意味ですね。なるほどね。はい、後に使い道はなしということですか。はい、よく冷凍実験みたいでバナナがカチンカチンになって、はい、釘は打てますみたいなんでは無理ですよっていうことですよね。はい、釘は打てないんです。チンポでは打てませんよってことでしょうね。この硬いとか言われてても、硬いって言っても限度あります。そうそうそう。
あなたの硬いなんて言われてても、冷凍でカチカチになったバナナには勝てないっていうことですよね。おごるなってことでしょ。おごった気持ち。まあやめろってことでしょ、これ。わかります。出るチップは打たれる。打たれます。おごらないでくださいってことですよね。ね、なるほどな。これはもう受験生諸君にはぴったりな、あの、格言ですね、これ。出ますよ、これ。いきますよ。はい。ラジオネーム、タスクニクバーさん。はい。チンカツ。50歩チンポ。ああ、あるある。それはあります。これは、ほんとよく言われました、俺、飲み屋で。50歩チンポ。50歩チンポなんだからな。よく言われました。糸井さんとかに。もう、もう、すっちょ、やれて。お前らは、お前ら50歩チンポだぞ。お前何やってんの ?50 歩チンポだぞ、お前らってよく言いました。どういう意味なんでしょうか、はい、チンポの勝ち負けを言う奴がいるけれど、うん、大差ないぞと。なるほどね。そらそうです。ああ。ほんとそうですよ。なるほどね。あのね、何ミリとかセンチですよ。はい。ちっちゃいことで鼻くそみたいなことじゃないですか。そうですよね。何メートルとか言うんだったらね。そうですよ。もうこれは考えます。ハリー・リームスっていう人は確かに大きかった、はい。確かに大きくてズボンの片っぽに入れてたらしいですよ。はいはい、でも、それだってね、はい、犬一匹ぐらいじゃないわけですよ。そうですよね。小さいことですよ。そうですよね。小さいことで、くだらないこと言うなと。はい、もっと。大会を見ろっていうことですよね。あ、よく人はそのチップで大きい方が勝ちとか、はい、あ、言いますよね。ちっちゃいと負けとか、はい、つい言いがちですよ。言いがちですよ。そうじゃないですよ、ね。そうじゃない。よく地方に行くと土産物屋のとこに、はい、クジラのペニスとかよく展示してあるじゃないですか。本当に大きいものを見ろ。旅はそういうことを知る旅ですからね。大きいものを見ていいけど。大きいものを見ていいけど、お前らの周りのチンコぐらいで、はい、なんか大きい小さい言うなと。いうことですよね。なるほどね。50歩チンポ。よく言われてました、俺、そういえば。はい。続きまして。バンバン来てますね、これ。久しぶりに人気あるじゃないですか、これ。下ネタなんでぞ、以来じゃないですか。嬉しいじゃないですか。ラジオでも、はい、ジャイロボールさんが来てます。チンカツ。うん。チンポで恋を、あ、鯛を釣る。あ、ありますよね。そういうことはよくあります。僕も、よくそういうことやって。チンポで鯛釣ってました？チンポで鯛釣ろうと思ってね。チンポで鯛を釣ってましたか？ありますよ。釣れたことありますか？普通、釣るもんじゃないわけですよ。はいはい、知ってますよね、チンポって。はい、知ってますよ。はい、でも、あれで釣ろうなんていう考えがね、あった時ありました、僕。そうですか。27ぐらいですかね、チンポで鯛釣ってたのよく。なるほど。はい。どういう意味ですか？小さなチンポで大きな利益、うん、なるほどね、まあ、体幹とかですね、はいはい、を上げることを言う、はい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 、泣きっ面にチンポ、はい、ありますよね、よく言います、ね、こちらも来ております、ね、はい、ジャイロさん、はい、ジャイロボールさん、どういう意味でしょうか、泣きっ面にチンポ、チンポ、はい、ありますよね、大丈夫ですか、はい、どうぞ、悪いことがあった上に、うん、さらに無理やりチンポを突き立てられる様、それはもう最悪ドッグイートドッグって英語では言いますよね、犬が犬食うなんていう最悪な状態ですよね、なんか塞ぎ込んで、まあ女の人は多いでしょ、塞ぎ込んで、あっちぇ今日はついてなかったと、なんか会社もうまくいかない、ちぇもうそろそろ会社も辞めようかな、友達の稽古にもなんかひどいこと言われたって帰ったら同棲してる男からいきなり無理やりチンポを押し付けられたって、何やってんだと、落ち込んでんだから私はって、あんたは陽気かもしれないけど最悪ですよ、これは別に男もそうですよ、あ、男もそうですか、なんか会社で嫌なことがあって、はいはい、おいで満員電車で帰るときに、はいはい、もう満員電車すらも嫌なのに、はい、後ろの男が無理やりチンポを突き立ててくる、はいはい、ありますよね、もういいよ、まお前何してんだと本当に、まあ、陽気な時だったら対処もしてやるけど、はい、今日は最悪なんだと、冗談じゃねえぞと、最悪にもう最悪を塗り込めるっていう意味ですよね、はい、ありますあります、それあります、はい、どうぞ、ラジオネーム、うん、トラックマン田中、うん、はい、チンカツ、うん、チンポのチンポによるチンポのためのチンポ、ありますね、これはあります、これはどの先生でしたっけ、あの福沢油論みたいな名前の人が言われたやつですよね、福沢油論ですよね、油論ですけど、はい、油論じゃないですかね、これ あります、これどういう意味なんですか、もう昔から話は知ってるんですけど、どういう話でしょうか、古今東西、はい、いろんなチンポがある、そらあります、黒チン白チン太チン細チン、はい、どんなチンポも、うん、みんな行くときは一緒、平等であるということ、なるほどね、いいこと言う、福沢と言うね、福沢の旦那、いいこと言う、チンポのチンポによるチンポのためのチンポ、ありますよね、これは福沢さんなのか間違ってるかもしれませんよ、俺よくわかんない、あれこれ板垣退助でしたか、チンポ板垣陳助でしたっけ、誰でしたっけ、リンカーンですよ、これ、あ、リンカーンだ敏感してるやつがこんなこと言ったらダメじゃないですか、何敏感してるんですか、強姦じゃないんだ、強姦じゃないんですか、そうですよ、頼みますよ、さすがいいこと言う、僕ほんとよく来てますよ今日、あ、もういいですね、ラジオネームタスクニクバ、うん、
チンカツ。チンポのトラブル8000円。言いますね。これは言います。それはね、なぜ、このね、人生の微妙さを言ってるんですよね。ある人にとっては高いと感じる人もいるし、ある人にとっては安いと感じる人もいる。人のそれぞれ価値観が違うぞ、チンポ一歩取ってみてもっていうことなんですよね。はい。そうです。うん。だって風俗行くにはちょっと安いぞっていうところなんだけど、トラブルですからね。トラブルに8000円出せるか出せないかっていうところの微妙なライン。そうです。ここを言いますね。人生のひだです、これ。このトラブルが8000円値するのかどうか、はい。はい。そうですよね。だからじっくり自分でよく考えろっていうことでしょうね。はい。あります、あります。はい。この肉ばあさんの、安く肉ばあさんの意味は、立っても立ってもしょうがない人は、はい、マグロちゃんにお願いしようと。なるほどね。そういう意味だそうです。あ、そういう意味ですか。はい、そうですよ。僕の意味違いましたね。あ、そういう意味ですか。なるほどね。ということはマグロちゃんは8000円っていうことじゃないですか。あのね、立つことはトラブルじゃないですから。そうだよね。正常ですから。それ正常トラブルじゃない。そうだそうだ。違いますよ。トラブルではないですからね。お願いしますよ。はい、というわけで、曲いっちゃいましょうか。はいはい、どうぞ。いいでしょうか。EXILE で、リアルワールド。お知らせでございます。今年で5回目を迎えます J-WAVE の夏祭り。J-POP の豪華アーティストが集うライブイベント、J-WAVE LIVE 2004のお知らせでございます。はい、今年は8月28日と29日の2日間、国立代々木競技場第1体育館で午後4時から行いますが、出演アーティスト、8月28日が EXILE、今かかってます。平井堅、BEGIN、ミンミ、アンドモア、アンドモアっていうのはいろんな人が出るってことです。勝手に観光協会はちなみに出ておりません。はい、どうぞ。29日はですね、ウルフルズ、ウィズ奥田民生、ウルフルズウィズ奥田民生、菅氏顔、菅氏顔、ユキ、菅氏顔、レミオロメン、アンドモア、アンドモア。勝手に観光協会は出ておりません。チケットは両日とも税込みで6500円、一般販売は6月26日の土曜日です。ね、もちろん J-WAVE リスナーのあなたには特典がありますと。一般発売に先駆けて、6月16日って今日じゃないですか、朝7時から抽選先行予約を実施します。あら、予約の電話番号など予約受付に関する詳細は当日のオンエアで発表します。結果今いいんでしょうか。81.3FM J-WAVE をお聞き。あ、聞けばわかるね。ということで、J-WAVE LIVE 2004。詳しいお問い合わせは、リップサイド、03-3470-9999。03-3470-9999。お願いいたします。ちなみに、パパはメキシコ人のドン・カミヤさんは出ておられません。言っております。でございますね。はい。なかなか豪華なもんでございます。勝手に観光協会はいつ出られるんでしょうか。というわけで、はい、どうしましょうかね。よ、あ、コマーシャルですね。はい、コマーシャル。AAD81.3JWAVE.TR2。はい、というわけでもう、はい、とうとうですね、こんな時間になっちゃいました。なるほど。新活もっとやりたいですね。やりたいですね。来週とか。いつかはスペシャルですね、これもう。新活スペシャルが楽しみにしております。その時は、新活スペシャルの時に、読まれた人は、新活送るからね、全員。新活送るって、安西さんも新活送っちゃうから。あの、はがきにニュッとつけて、ピュッと送っちゃうから。絶対いらねえわ、ほんと。絶対いらないでしょ。あの、それで落ちないようにセロテープ取って、止めとこうか。なかなかないプレゼントですよ、これは。そうですよね。はい。あの、来週は、はい、来週はなんと、大月くん、はい、大月健二さんが、ゲストで、になりますね。ということは、チンカツスペシャルだね。そうそうそう。すでに、ね。大月くんにも判断してもらう、はい。まさかこんなスペシャルが始まってるかは思わないでしょ。大月くんも多分、自分で考えたっていうか、自分知ってる格言、あると思うんですよ。もちろんあると思うんですよ。そんなものも発表してもらったり、はい、あの、また質問なりなんなり、はい、メール送っていただいて。送ってあげてください。よろしくお願いします。まだこのコーナーがありました。はい、どうぞ。いいですか。お別れはこのコーナー、明日本当に間に合うな。明日6月16日に絶対間に合うイベント情報だけをまとめてお送りする明日本当に間に合うな。最初の情報は、主催者も思い出せない、誰か教えてあげて、話を聞かない男、地図が読めない女、著者来日公演、大ベストセラーだった話を聞かない男、地図が読めない女、リスナーの中にも読んだ人いると思いますが、あれって誰が書いたんですかね。イベントタイトルすら著者としか明らかにしてません。名前を隠す意味がわかりません。7月27日日本教育会館一橋ホールで開催のチケットは6月24日発売です。明日本当に間に合うな。
新コンビ結成、キネナオト&森口博子コンサート、ボイス2ボイス。ボイスボイス。この2は2つの2だね。以前から交流のあったデカサングラスと森口エンジン搭載の2人の初めての共同作業はこれ。コラボレーションコンサートツアーです。歌はもちろんですが、トークも得意で、共通点のある2人が関東近辺を回り、時にはしっとりと、時には爆笑の税と絶対じゃないます。9月28日国際、東京国際フォーラム他の公演チケットは明日16日発売です。本当に明日だ。最後はミルクマン再登場、うん、テレビブースボロス、うん、試写室に火をつけろが雇用連載中、小さいとこで書いてんね、うん、明日のようで動き全くだ、明日のように間に合う、なるほどね、もうこれでも1週間大丈夫だ、大丈夫、もうバッチリだ、これ楽しみね、うんうん、暇なことはないわ、これでよかった、何なんですか、もう来週楽しみにしましょうね、そうですね、来週はもう新活もう新活でグッと、はい、はい、スペシャルで盛り上げて、スペシャルなんかどうか分かんないけどねでもやっぱりみんなが本当にチンポが好きだってことはよくわかったもう僕ねもうよくわかった、もうみんなが好きなんだ、確信した、うん、確信チンだこれはもうよくわかった、わかりました、わかりました、うん、というわけで、はい、また来週もこんな感じで、うん、はい、チンポチンポの、そうです、ね、チンポ三昧で、チンポ三昧で今ので多分523回ぐらい相当言いましたね、相当言いましたね、こんなに言うことはなかなかないですからね、大丈夫なんでしょうかね、はい、はい、俺死に際もチンポって叫んで死にたいですね、はい、はい、もう巻きが出てますね、はい、チンポも巻かれております、はい、はい、というわけでチンポ万歳